はい、皆さん、こんばんは。中村一です。よろしくお願いします。ってことで始めるんですけどもね、ストグラ。今日の予定はタイトル欄にも書きましたように、1日にね、丸1日かけてのエイプリルフール企画がありまして、で、その後、ちょっと待ちよ。宅配が宅配ボックスに入れていったようですね。まあそれはそれとして、なんだっけ、ああそうそう、ありまして、で、まあまあ、お疲れ様でしたっていうのがね、ひとまずありますわな。ああそうだ、もうね、4月入って、あの時はちょっと企画だったんでね、ほとんどフリートーク的なものがなかったんで、4月誕生日の方、おめでとうございます。新しい季節ですからね。季節？新生活？新規ですから、いろいろと周りの変化もあるでしょうけどもね。今月も楽しくやっていきましょう。はーい。で、なんだ、ちょっと待ってね、今ね、実はね、ストグラはストグラでね、ちょっと準備があって、入っちゃって、今ね、ちょっと片手間で、ね、作業してて、ごめんね、これを終わらせよう、一回。一回閉じちゃいましょうね。よし、これで一回閉じよう。OK。よし。まあ、ストグラムまたちょっと後ほど入りますけども、さて、まずは、ね、時間あったらこういう議題のも先にいろいろやろうと思ったんだけど、ちょっとなかなか優先してる他のことをやってたら、やる時間がなくて。まあエイプリルフールと、いうことでね、1日はまあちょっとね、見ていただいた方もいるのかなと思いますけども、割と、うちのチャンネルの中では耐久系に近いぐらいの、まあ、最長はね、12時間を超えたトルネコがあるんでね、あれは超えられないんですけど、まあ、日付変更と、夕方ぐらいだったっけかな？夕方ぐらいからまあ、終了時まで、1時か、1時までやりました。ねえ、いや、長かったね。どうでした？エイプリルフール。面白かった。いつもとね、全く違うような光景になったと思うから、そこは楽しんで、まあ俺の視点はね、うちの視点はまあそこを楽しんでもらえたと思うし、他の人たちの視点も全然違うものになってる人が多かったと思うから、まあまあ面白かったんじゃないかなと思いますが、ちょっと待ってね、一回出してみよう、自分で。その、この間のね、役割分担のリストを見ながら喋ろうかな。で、まあ、これね、なんかさっきからちょいちょいコメントで書いてる人がいるけど、準備期間は1月とかないよ。それ多分運営の準備期間じゃないの？
我々のね、この中で動く人間たちの準備期間は、1週間ないかな。1週間ないぐらい。6日間、あるかないか、5日6日ぐらい。だね。で、当然そこの時間がさ、全部全員が空いてるわけじゃないから、もう空いてる人たちだけで入って、まあ軽くね、ちょっと録画ミスとかいろいろあったからね、ちゃんと撮れてないんだけど、まあ出すのの許諾取れる人とかがいたら、まあちょこちょこ出せるものを、もうほんとね、断片的だから、その何時間もないような動画ね、10分とか20分とかそのぐらいになると思うけど、まあみんなで合流して最初どういう風にやってたかみたいなのが出せたら、まあ出したいなとは思ってるけど、ちょっと編集する時間がね難しいんだけど、もう、じゃあまあ根本で言うと、まあ一月ぐらい前にエイプリルフールの企画をやるから、まあどういう職業やりたいことがありますかっていうことを聞かれたんだよね、全員シートでアンケートに答えるみたいなんで。で、まあいろんなのが書いてあるんだけど、まあざっくり言うと、救急警察、個人も入ってたかな、救急警察、個人、ギャングで、ギャングはどのギャングかみたいなことも書くし、であとメカニックっていう項目も、メカニックをどのメカニックかって、で飲食店もなんかこれどれにみたいなので、結構その逆に言うと好きなようには書けないのよ、選択式になってて。で俺はまあ今回ね、アンブレラというギャング組織のボスをやらせてもらったんだけど、まあ、当然ボスは希望してない、まあ、ボス希望ってないし、そもそもギャングを希望出してません。うんで、これ蓋開けてみて他の人たち聞いたら、結構みんな違ってて、なんかどういう基準かわかんないけど、まあ運営に出した上で、割り振りがあって、だから、あ、全然希望と違うんだみたいなとこに行ったりとか。だから、あ、厳密に言うとギャングは俺は書くには書いたんだけど、3つ書かなきゃいけないの。第3希望まで書かなきゃいけなくて、それのうちには入れたんだけど、俺やりたかったのは警察だったのね。今回一応警察に希望を出してて、で、まあそのギャングも書かなきゃいけない。ギャングも一応書いたんだけど、ギャングもどこのギャングに入りたいというのは特になくて、まあその選択をしなきゃいけないから、ギャングっていう項目じゃなくて、どのギャングっていう項目だから、まあその中でとりあえずアンブレラって書いたんだけど、後ろになんかね、その備考欄みたいなのがあったから、そこにギャングだったらどこでもいいので、割り振りで好きなところで大丈夫です、このなる場合はみたいな。で他にはもう BMC って書いた。いつもと同じことをスムーズにやった方が迷惑かかんないかなと思って。で、まあ、蓋を開けたら、まあ、警察ではなくて、で、警察は、なんだって割り振りで43人いるのね。で、希望を出してなかった人っていうのは、まあ、いろんな理由があって、なのよ。出し忘れた人もいれば、4月1日にインできるかわかんないから、まあ、出さなかった人。で、まあ、来れないのもほぼ確定してるから出さなかった人。みたいな、もういろいろいるから。でそういう人たち、例えば俺が一切出さなかったとしたら、もし突発で1日来ようと思っても、まあベースは元のままですって、あなたはなんか様子おかしいけどそのままの人としてくださいみたいな、まあそういうようなルールが敷かれてるわけだよね、中で。うん、でまあ一応、うん、だから警察は43人割り振られてるし、プラス記入してない人がいたとしたら、その人たちも入れると50人近くいたと思うからね。まあなかなかどうなるかっていうとこだよね。だから例えば所長マックさんだったけど、マックさんだって警察で書いたかどうかは分かんないね。みんな違うものを書いた可能性はある。でちなみに、
アンブレラの最初初日、まあ一応割り振りができました、ご確認くださいって一斉に出て自分で見たら、あれ俺警察にいない、え俺どこと思ったらアンブレラにいて、でボスマークついてて、俺ボスなんだみたいな、やったことないのにボスかって。で俺そのギャングやってる人の配信もほとんど見たことなくてさ、そのファンタさんの配信は見てたけど、あれなんだよね、ギャングにちゃんと入る前をよく見てたんだよね。入ってからはそこまで見てなかったから、だから正直手順全然わかんなくて、ギャングので、ボスになってるから、一応ボスだから俺がいろんなことをみんなを引っ張らなきゃいけないのかなと思って、まあ一応それぞれのそのスレッドみたいなのがあってね、こう挨拶したりとかしてるんだけど、そこでまあ一応リーダーになってるから、じゃあ皆さんでちょっと会う日探して極力合流して、でそのジョブつけるっていう作業が俺にしかできないから、まあギャングジョブつけたいと思うんで、まあ皆さん来れる日どこですかみたいなのを打ち合わせたりしてきて、まあ初日は何人ぐらいだっけな、6、7人だったかな、揃って手探りでいろいろやってたけど、その時にいた人全員第一希望はアンブレラじゃないって言ってたね。アンブレラ希望の人はね全くいませんでした。でそうね、本当に一番最初初日は手伝いで来てくれた人いたかな、なんかね2回目かそこらからこうちょっと手順を教えましょうかって言って来てくれる人がいたり、来てくれなくても例えばその現役アンブレラの人とかがこう分かんないことあったらなんか教えますから聞いてくださいって言ってきてくれたりとかね、いろいろしてたけど、まあ、初日そうだね、熊栗さんが来てたね、熊栗さんは多分希望を出してなかったんじゃないかな、それでそのまま案に残ってて、初日はちょっと手伝いに来てくれて、なんか軽くこう聞いて、でもね本当に途中から来てくれたから、来てくれるまでは完全なる白市民だけの集まりで、なんかこの辺でこういうのがあった気がするんですよねとか動画で見た気がするんですよねみたいなんで、みんなでやって、うん、本当に手探りでやってて、何人かはそのもともとちょっと苦労があった半グレやったことあるっていう人だったから、まあそういう人たちが率先してやってくれて、だから序盤はねもう天王寺さんがめちゃくちゃ引っ張ってくれたねって、もうほとんどの拠点とかさ、ああいうのの準備とかも天王寺さんがやってくれたし、天王寺さんなんかそのスタートするタイミングがちょっと仕事リアル仕事大変だったのをなんかいろいろ調整してまで臨んでくれたからね、まあ本当にうちだけじゃないと思うけど、今回のエイプリルフールの企画に対して事前準備したり当日もいろいろやったりとか、すごいこう頑張って盛り上げようみたいな、この一日のために盛り上げようみたいなので動いた人は相当いるね、いると思う、他のところにもいっぱいいると思う、トータルすると当日の時間よりもちょっと長いんじゃないかなと思うね、準備の方が。めちゃくちゃとにかく本来のギャングってさ、素材用意して武器クラフトやるとか、なんかそういう下準備あるじゃん。そういうのを当日にやるわけにいかないから、そういうのも全部事前に済ますからさ。だから、まあ、大変なんだよね。
もともと拠点もギャング拠点じゃない天王寺さんのただのハウジング用の家だから、それをこう作り直してくれたり、これはテレビさんがやってくれたんだったかな、なんかいろいろやってくれてたみたいで、そう、まあ、ステッカーとかは俺の方でね用意してって感じだったね。でまあ前日に思いついちゃったから、なんかみんなに迷惑かかるかもしれないけどすいませんっつって、前日全体の方にできればジブリ関係のコスプレを一個作ってくれると嬉しいですって送ったけど、なんかみんなでそのジブリ大型とかいろいろやりたかったんだけど、案外蓋を開けたらやっぱ時間がなくてね、難しいね。だからすごいボスやるのも楽しかったし、いいメンバーと楽しくやれたなとは思うんだけど、まあわがままを言えるならボスじゃなくて下っ端とかで自由に好きなことをやってめちゃくちゃな行動を取ったりとかねしたかったけど、まあボスもね、蓋開ければその他のギャング全部は知らないけど、まあめちゃくちゃやってもよかったの、めちゃくちゃなギャングとしてやってもよかったんだろうからあれなんだけど、まあなんか準備いろいろやってくれてる人とかのね、そういうのも見てるとやっぱりちょっとちゃんとしなきゃいけないのかなとかいろいろと思うと、まあこんだけのギャングのどこかがギャング全体として動き出さないと物がね、ギャングの物語が進まないから、そういうのもあってなかなかふざけきることもできず難しいね、この辺のバランス。俺大型とかもほとんどやれなかったもんね。大型もね、なんか受注の仕方とか攻略の仕方とか、こう知識的にはね入れて練習したいとかいろいろやってたんだけどね、なかなかそれを全部やっていく時間ってのはなかったね。まあエイプリルフールに関してはざっくり言うとこういう感想かな。久々にそういうみんなでものづくりをしてやるっていうところで楽しくやれて、すごい素敵な企画だったと思います。参加できてよかったなって思うね。なんかね、普段絡みのない人たちと交流することもできたしね。まあでもその多分俺だけじゃないと思うんだけど、視点が変わることによってね、面白かったこともいっぱいあるしね。その別にギャングがこうだったんだって、この間やったギャングはさ、さっきも言ったように準備がなかったりさ、もう大雑把なギャングじゃない、捕まってもお仕置きないし、グレーネードじゃ、ロケランとか撃ち放題ですとかさ、そういうノリのやつだから、全然お祭り騒ぎをやってるだけだから、実際じゃあこれをギャングやりますっていうと、もっとね大変なこといっぱいあると思うから、まあ別物だからさ、それはそう、いやもうこれギャングめっちゃ楽しくて簡単そうだったから俺やろうとは全然思わないんだけど、そのギャング視点になって走り回ってたりすると、あのメカニックの重要さはよく分かったね。空いてるって大事だね。俺の視点見てくれてた人知ってると思うけど、マジで空いてなかったもんね。あれはね、やっぱりこれだから、落とし込みはできないけど、ロールプレイとしては、でもなんか単純に人の行動として、それぞれのロールの行動としてすごい勉強になったし、まあだからメカニックはどういう風にやっとくとこう来る人に喜ばれるかってことがよく分かったし、まあ逆にまあ例えばアンブレラレリアさんとかが BMC 働いてたけど、なんか 見えたものがあるんじゃない？メカニックをやってるとこうギャングの人たちがこうやって
見えてるんだとかね、自分たちがどう見えてたかみたいなのがわかると思うし、飲食店とかもそうだと思うしね。いつもはこう飲食店買いに行く側だけど、実際今回飲食店側に回ってみたら、なんかこう売るのの大変さとかさ、待ってるだけでいつ人が来てくれるかわかんないことの難しさとか、そういうのも勉強になったと思うし、それはまあまあ面白かったね。実際ディーラーはね、ちなみに割り振りにはないんだよね、なかったんだよね。メカニックは JTS と A2 と BMC しかやってないんだ今回。そうだったんだ。まあメカニックに割り振りすぎてもかわいそうだもんね。暇になっちゃったら困るもんね。でもこれで見てると、あれ、この人ここにいたっけみたいな人もね、結構いるんだよね。見てないからわかんないけど、割と途中でロール変えまくる人いたっぽいしな。他の店に行ったりとか。だってまれ肉屋とかさ、一応一人だけだからね。一人でやるってこれめちゃめちゃ大変じゃないのと思うし。俺もね、ちょっと考えたんだよね。ギャングのボス始まる前に割り振り決まりました。ただその割り振りがどうしてもちょっと厳しいっていう場合は言ってくださいってあって、ボス降りたりもできたんだけど、まあそういうわけにもいかんなと思って受けたけど、こう実際始めてる中でさ、突然ボス失踪して違うギャングにいるってのも面白いのかなとか思ったけど、でもみんなまあ、ボスがやっぱいなくなるときついよなとか、みんなこう準備してくれてるしなとかね、考えるとやっぱりなかなかね、めちゃくちゃはできなかったからね。まあそういう感じでしたね。はい。で、まあ今日は、BMC の会議、まあ会議のね、題目はちょっと知らないんで、どういう話をしていくかわかんないんですけども、まあ会議があるということですね。いやー、まあまあ、面白かったね。なんか他に話しておくことあったかな。この間のエイプリルフール以外に何かあったかな。全然思い出せない。何か話そうかなと思ってた気がしたけど。ああ、でもそれこそね、ダメ元で、あれさ、その発表されてからさ、この振り分けの中にところどころ変な案が見えて、いや、それありだったんだ、みたいなのも知ったからさ、例えば、哲夫さんは、役職、哲夫っていう謎のポジショニングだったし、ああいうのがいいんだったら、俺なんか、バットマンって書いておけばよかったなって思うよね。完全に一人でそういうのをやるってのも、面白そうだったな。まあでも、犯罪、記者か警察上がりの人じゃないと成立しないよな、あのプレイが。発生してる犯罪に対してのこの攻撃が取れない、どこにで起きてるかもよくわかんないからさ、それじゃあちょっと話にならないもんな。まあそんな感じですね。はい。ということで、じゃあ、ぼちぼちゲーム立ち上げますか。よいしょ。なんだ？ゲームがバグってた。よし。
よし、切り替えます。あれ、あ、おはようございます。あーあーあー、おはようございます。ブスカ機長です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんだこれ、ちょっとごめん、これこれ何な、なんで俺はこのフルファイヤーされてんの？ビビ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 。え、なんでマジで？ボタン押しすぎ。いや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 、あのね、長押ししたら鬼連打されてんのよ。あ、それね。これ何？今大丈夫そうですか、ね、いや、今はあのもう何もしてないの。あの、無線入りっぱ歪み。ネズミさんの調子が悪いとか？これネズミじゃないですね。左のキャプスですね。なんだ。おはもうなんだ。一回板チョコ抜き差ししてみたらどうですか。ね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えます。頑張って。なんやねんこれもう。はいね、モッドだからね、基本はね。そうだ、スタッシュ置きたい。おい、消えんなよ、おい。おい。あれ、なんかキーがおかしいな。なんだ？おや？キーが聞かない。あ、聞いた。え？え？なになになに？なんだ？君なんだ？
げころ戻りました。そしてちょっと瞑想してきます。はい、いってらっしゃい。めっちゃ斜めってんじゃん。もうこのね、ゲームのハウジングはね、めちゃくちゃ癖があるんだよね。アンドゥとかないのかな。こうやるとできんだ。なんか俺より詳しいやつがいんな。おい、なんでや。なんでやねん。こんなもんかな。大丈夫かな。あれ？ここじゃないっけ？もうどこに何が入ってるか全然わかんない。すいません、修理お願いします。そうだよね。あった。そうなんですよ。あ、ま、そうなの。あれ、俺花屋で働いてますよ。そうなんだ。どうもいらっしゃいませ。はい、どうもです。あ、今日 PMC にぎわってるな。どうもです。
あれ、マルンさんなんか頭から鼻生えてませんでしたっけ？あれ、それ多分花屋の時だけですね。ああ、そうなんだ。はい。なるほど、なるほど。あれ、あれマルンさんってギャングじゃないですよね。ギャング、あの、全然警察ですよ。大好きです。ああ、そうですよね。警察、何言ってんだ？何言ってんだ？警察じゃない？なんかね、わかるこれ、あの、最近さ、朝方見た夢ってさ、時々、どっちかわかんなくなるのよ。夢か現実か。そんなマルンさんが根っからのポリスっすよ。ポリスっすよ。そうか、そうだよね。大したもなんかスーツ赤色濃くなりました。なんかもし暗めの赤だった。いやなんかねこれだ。でもねちょっとなんかこれ馴染みがないんだよな。馴染みある。いや逆にねなんかあれこの色だっけかなみたいな。その色だった。もうちょっとボディにフィットしてた気がするんだけど。それしてるけどな。太ったの？なんかダボダボしてるんだよな。なんかな。なんだろう。俺なんか今請求書送ってこられたんだけどこれ何？ちょっと待って。間違えた？ええマキピっていう人から請求書来てますけど。間違えた。じゃあこれあのマルンさんおごりで。あ、すいません、ありがとうございます。おごりでいいですよ。ありがとうございます。終了、ありがとうございます。ちょっと今度いっぱい食べ物買ってきて。おごりますね。おはようございます。おはようございます。普通に間違えちゃった。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。え、わかる、喋ってる人に送りがちだよね。喋ってた時になんか。なるほど。イメチェン、イメチェンか。みんなウサギさんの日って言ってて、もう髪型もこのぼちゃんのウサギさんにしてるから、うん、え、珍しいよね、髪型も合わせてみようと思って。うん、新鮮。そうそう、めっちゃ新鮮ですよね。いいやん、いいやん、かわいい。髪型も、うん、おそろもいいかもしれないですね。いいね。そうだ、さっきシャンクズさんが西野を探してた、あの高級車買いたいなと思う。おー、オッケーオッケー、電話してみる。うん、してみて。西金。あれだ、西のキングだ。今日の会議、西金でやろうかな。あ、やったやった。あの変な変なあのいっぱい椅子のあるとこ。しかもコーヒーも飲み放題だもんね。お店もコーヒーも飲み放題。ちょうどお店ってもうできたんですか？できたできた。なんかめっちゃなんかね高速近くにあるパチンコ屋みたいな。夜見るとパチ屋っていう。うわ、おめでとうございます。ありがとう。あった、飲み放題だ。飲み放題飲み放題。そう、7000番です。7000番。7000番、え、覚えやすい。そうなんよ。なんかね、クズ。なんだっけ、ダーティーみたいな、ディアティーみたいな。うん。というか、わかんなくなった。うさぎさんのやつ。どれだったかな。うさぎさんのやつはもう覚えてないな。あ、これだ。切られたんだが、え、誰かと思った。大佐か、びっくりした。暑い。なんか遊んでますね、やんちゃですね。暑い暑い。あ、うさぎさんライブのやつか。そう、暑い。これ暑い。確かにダウンはもうこの、もう暑いよ。もう
しもーし。あーどうもプスカです。あーお疲れ様です。お疲れ様です。あ、例のあれですね。そうなんです、すっかり私の方もね、私も忘れてまして、忘れてました、というかなんかね、いろいろとこうみんな寝ちゃってる日があったりとかね。そうです、なんか深い眠りについてた気がして。いや、そうなんですよ、後で聞いたら結構みんなそうだったって言ってたんで、うん、なんかそういうのがあったりして、もう別にいいかなって、それはそれでであ、なのでこれから全然配っていくんであ、了解です、はい、100とかでよかったですか。あ、大丈夫ですよ。あ、じゃあ、今日 BMC に出勤されます？今ね、BMC にいますけど、なんなら取りに行きますよ。あ、まだ作ってないのでえっと、20分後とかだと嬉しいかな。10時半。藤子さんのお店って、はい、ごめんなさい、作るのってお店の方？お店の方。あ、わかりました。じゃあ、はい、半ぐらいにお店に行くか、はい、せっせと作るんですよね。まあそうですね。その話し合いになりましょうか。いいですか？いいですよ。じゃあゆるゆると向かいますよ、店の方。ありがとうございます。はい、待ちしております。はい。失礼します。はい、よいしょ。そうなんだよね、そのイースター用のこのちょっとプライズを作ってたんだけど、すっかり忘れてたというか、まあ忙しくてね。どこだ、クズ鉄って。何、クズ鉄っていうのが一つの店なの？へぇ、着替えていこう。私超調査してきたよ、あの日本の。ちょっとお出かけしてきます。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。うん、サルタンレトロカスタム。事故らないようにしないと。うん、ちょっと待てよ。持っているよな。食べ物100だからいけるよな。20キロだよね。なんか指差し確認になっちゃった。これね、指を指すとね、ベルトロが同じキーなんだよ、このゲーム。エマ君。ああ、もう全然わかんない。エマ注意。やってるな。ユニオンヘイスト。なんだろう、救急の時に覚えたのかな、ユニオンフェイスト。ユニオンフェイストの手順は覚えてる気がする。あなたは起きました。おはようございます。知ってる気がする。なぜだ、俺はなぜ知ってるんだ。おはようございます。エマ注意。偏見のセリフって何があんの他に。
次回予告のイメージの方が強いしな。いや全然思い出せないな。偏見ってあれだよね、そのスパロボでもあまり出てこないし、出てきても使わないよね。ブライトのアーガマーは使ってもさ、多分偏見って出てきてもやっぱり2隻目以降の船の扱いだと思うから、なかなかね。偏見セリフ集とかで調べないとわからない。セリフ、ちょっと待って、これ本当に名言なのか。やられるつもりはない。着るものか。被弾状況を知らせ。これ名台詞か、これ。次の名台詞、しかしな、君が赤ちゃんを産めんようにでもなったら。ここ名台詞か、全然覚えない、覚えてない。なんかあのエマをさ、かばう時のとかがまだ印象的なんじゃないの。これかな。うん、ああ、ダメだ、ラディッシュはって言ってるけど、これがあれだよね、なんかみんなで壁になるっていう時のやつだよね。あ、注意、お茶でもね、そっちの方が有名だろうな。注意、お茶でも。で、みんなから、いやしょって言われた時に、すまない、ラディッシュ前進、目標マーク2だ。全然セリフ集、名セリフ集みたいなセリフ全然ない。これ注意が無事ならいい、ラディッシュを盾にしろ。これね、私もクワドロバジーナ隊員の意見に賛成です。ちょっと待って、これ3つしか書いてくれてない。ここジオンだって思いつかんような手口だ。会話あったね。知っているかね、赤い彗星と呼ばれた男を。自分はアーバー湧く海戦の時、後方のサラミスにいました。おお。しかしあのジオングというのは見ていません。ですが、何と言いますか、赤い彗星の力といったものは感じましたし、今も感じますね。お待たせしました。どうした？
エマ注意。あすごいすぐ分かった今。うわ嬉しい。どうもありがとう。いや。出たな嬉しい。嬉しい。そのガブスレをブリッジで直していけ。よいしょ。めっちゃ似てる。うまいな。それ初めて見ましたよ私。これちょうど結構前に作りましたね。あ結構前なんだ。なんでタクシーできたんですか。あなんかちょうど転がってましたタクシーが。あそうですか。自分の車じゃなく。はい。なんか。そうちょっといろいろあって。あそうですか。そしたらダウン寸前まで体力を削られましたね。そうですよね今今結構派手に飛んでましたよ。ちょっと待ってください。どこにあったっけな。なんて名前だったっけな。なんかその名前はもう覚えてません。ありがたいことに、ええ、そのいろんな色物の商品が、ええ、増えたし、他からもオーダーってあるんですかやっぱり。ジェフがホワイトデーのお返しに行って、うん、なんか配ってたな。あもらいました。ああいうのをやっぱりみんなから頼まれます。いや2人だけですよ大体。いやこんな色物は。あこういうまあどうなんだろう難しいのかな。なんかこう宣伝して、うん、その飲食としてね作るっていう仕事もありですよね。まあ確かに。なんかこうバースデーケーキ作りますとか。ああうんうん。ねなんかそのプラスアルファでちょっとお金をいただきつつその方の名前の入ったケーキを作るとか、うんうんうん、いいですよね。ねそういうオリジナルカクテルがあるように、うんうん、食べ物でもありですよね。ありですね。そういうのどうです。自分がですか。はい。嫌です。あ、嫌です。どういうこと？もらうとってこと？あ、じゃその自分が経営するっていうか、そういう飲食を？飲食店の経営、ああ、ありがとうございます。飲食店の経営嫌なんですけど。あら。あ、ちょっと待って。あ、これやばい。これやばい。この間頭に入れ墨入れたからちょっとあのカツラから毛が地毛がはみ出てる。横のところが黒くなって、ああ、これいかんな。これはタトゥーを外さないとダメだ。いや影かなって思ったらいやこれ違いますね。おはようこれ下地が出てますね。あらららら、カツラのサイズが合ってない。タバコとかだったらあのね、うん、オリジナルのやつうちあるんですけど、ね、あーそうですよね。そうちょっと影、いや影みたいになってていい感じですよ。まあいいかじゃあ、うん、近くで見られなきゃいいか。ということでね、偏見プッケなをねせっかくなんで見せようと思って持ってきました。あうわもうあれ嬉しいな、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお値段はこちらで。はいはい。ちなみになんかあの長い夢を見ていた時に、いろんな人に好きなモビルスーツありますかって聞いてたんですよ私。やっぱ初代が一番人気ですね。初代から登場ってことですか、うん、そう初代ゼータはあんまりいなかった。そうなんだ。そう。うん、聞いた相手悪くないですか。いやでも結構いろんな人に、いろんな人に相当聞きましたよ私。年齢層がやばくないですか。いやでもなんか会いたい人にいやいやだって初代が多く出るは変だって。いや多分そのあんまり知らないけどザックとかなら知ってるみたいな。あーザックにわかそう。あーにわかに聞いてきたんですか。そうにわかが結構集まりましたね。あーそれはまずいですね。でもグフカスタムとか来た時はちょっと熱くなりましたけどね私。グフカスね。グフカス、うん、まあ確かにグフカスはなんならテレビシリーズにはいないはずですからね。うんだからなんか OVA を見てるってことでしょ。そういうことです。やりますね。テンション上がりました。今日あちなみに今日何番ですか。あら今日238です。238番、今200万円があれだったんで。え、いいんですかそんな。あ、はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、いつもお世話になってます。いえいえ、こちらこそ。また色物をお待ちしておりますね。ところでちょっと気になったんでいいですか。何ですか。はい、これは
これは。あ。エマくん、これは。エマ注意。これエマ注意のエマ注意ですか。そう、エマ注意のエマ注意を今すごい見てるということですよ。エマくん。いい声の無駄遣いやめてください。エマくん。エマくん、これ。けしからんな、エマくん。好みじゃないですか。こういうのは他のクルーの手前。よくないんじゃないかなって。よくなかったかな。エウゴでは。ティターンズではいいかもしれないが。ティターンズはいいんだ。エウゴではこういうのはちょっと。髪色的には私今ティターンズ側なんですけど。ああ。確かに。うん、残念ながら。ええ。いやいや、そっち系の色してそうか、でも初代がね、まあ初代がやっぱり知名度は高いですね。一番好きなモビルスーツは何ですか。今のテンションだと私はダブルオー。ダブルオー今ね、何のことかあれですけど、私今ガンプラ作ってるのがダブルオーから。ああ、そうなんですか。何のっていうか何を作ってるんですか。ちょっと待って、テンション上がりすぎて忘れてる。ちょっと待ってくださいね。あ、デュナメスだ、忘れてました、すいません。いや、デュナメスね、マスターグレードクリアからデュナメス作ってます。ああ、まあすげえどうでもいいですわ。なんで、まあ、いやいや、デュナメスはどうでもいいですわ。あ、なんでそういうことですか。何が好きなんですか。私ですか。私が好きなのはね、はいはい、ニューガンダムなんで。やっぱニューか。ニューガンダムが一番好きかもしれない。ああ。どうですか、ニューガンダム。私は大好きです。一番初めに作った、ガンプラ、ニューガンダムです。おお、どのニューガンダムでした、それ、最初に作ったやつって。あ、でも一番初めなんで、なんだっけ。ネジ使うやつ？ネジ使わないやつ。あ、何にも使わないやつです。手でパチって切るやつ。え？なんだっけ、一番なんだろう、 HG よりもっともっと簡単、最初の映画の時のやつ。あ、EG、あ、そう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 、めっちゃ最近やん。何年か前ですよ、あれ。めっちゃ最近の話してますよね。いやあれは、あれは大人に大人になって初めて作ったんです、ガンプラを。にわかじゃないですか。あ、違うじゃん、それは。いや、カラーリングするんですか。カラーリングの技術まだないんですよ。やっぱりした方がいいんですか、ああいうのって。すると面白いですよ。墨とかそういう。意外、まあ、墨もそうですけど、普通に塗装するのね、結構女性って慣れてるらしくて。お、なぜかというと、あの爪を自分でやる人、うんうんうん、ネイル自分でやる人からすると、結構感覚は近いらしいですよ。そうなんだ。ええ、色の作り方とかやってみようかな。面白いですよ、正直。あの、時間さえあれば塗りは楽しいんですけど、うんうん、マジで時間かかります。あの、乾くまでがね、かかっちゃうんで。そっか、ええ、それがかかるのか。そうなんですよ。いや、でも幅がだいぶ広がりますよね、自分だけのみたいな。そうそうそう。あ、そろそろやるか。いいと思いますよ。最近何か作りました？最近はもう、あの、完成品を買ってます。あの、もう作るのはちょっとクタクタになるんで。そっか。普通に5時間も6時間もパチパチやってたらちょっとシャレになんないんで、マジで。そうですよね、そうですよね。いい大人なんでね。ちょっとあの、本当は作りたいんですけどね。大人だね、だね、本当に。うん、いや、ただね、これ、バンダイさんにね、言いたいんですけどね。おっと。いや、まあ、そんなに大きく言う気はないんですけど、はいはい、ガンプラのラインナップに比べてね、うん、こう、完成品系のおもちゃのラインナップってね、ちょっと弱いんですよ。ああ、はいはい。それこそ、主人公機は出るけど、ライバル機がないって、ザラにあって。うわー、そう。でもプラモは、まあ、一通り、まあね、テレビシリーズなんかは出るわけじゃないですか、う
ありますね。だからそういうね、こう差がちょっと引っかかりはしますね。いや、ライバル気は絶対欲しいよな。そうなんです。そこは欲しい。ニッチなとこも欲しい。そうなんです。揃えたいですよね。この間なんかもうメタルビルドっていう高いやつではいはいケンプファーが出たんですよ。おお、なんか見たなそれ。でもね、主人公機出てないんでおかしいですよね。そうなんですよ。あのこれをどう飾れとっていう、あの、まあ、単体としてのクオリティはいいんですけど、飾りようがなくてジオラマ的にね飾ることができないんで、まあやっぱりそういう点ではあのプラモの方がいいですよ。あー、そっか。バンダイさんだって、言ってますよ。頼む。怖い。あなた自分の影響力分かってます。全然、やめてください。マジで頼む。怖いですよ。欲しいから頼む。だって。ああ怖い怖い。ケンプは好きですけど、なんか単体だとちょっと違いますからね。そう、アレックスが欲しい。欲が出てる。ああ、アレックスが欲しいんですよね。バッチリ欲が出てるの。出るといいですね。はい、これで出たら怖いですよ私。いや多分、じゃあそう言うならっつって出るのも何ヶ月も下手すると1年以上先だと思うんで。まあまあそうですね。もうね、ラインナップが多分相当先まで決まってると思うんでね。残念です。いやでも日本のいい文化ですよね。まあデュラメスもいいですけど、敵機体も作った方がいいと思います。大丈夫ですか、送ります。あ、いいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。帰るというか、行くというか、大丈夫ですか。いいんですか。あ、全然、街中まで行きますから。 ありがとうございます。どこ行きます。あ、じゃあカジノまでお願いしてもいいですか。カジノ、はいはい、はい、ありがとうございます。カジノ行くんですか。ちょっといいところ。あれ、あ、お客さんですか。あら、いらっしゃい。はい、はい、元気そう。どうした。このお店が途中であったんで、なんかその、ドーナツ屋さんを開きたいっていうことで、お店の中の規模感どのぐらいがいいかっていうのを。はいはい、ドーナツ屋さん。はじめまして。うん、あ、すごい爽やか。ドンパカーキーナツシロンゴです。うんごです。うんごさん。うんごさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃいい。偏見プッケなんです。今から戻るんですが、めちゃめちゃいい声。ドーナツ屋さんをやりたいんですか。ああ、もうぜひ見ててくださいよ。なんで自分の店みたいな。はい、わかりました。じゃあ、失礼します。ここはなんかめっちゃいいバーみたい。そうですね、だいたい60平米ぐらいだと思うんですけどね。売ってるんですか。すげえ、めちゃめちゃいい雰囲気だ。だいたい60平米ぐらいなんで、まあお客さんはそうですね、向こうをね、こういうちょっとゲーム関係のを除けば、まあそこそこ入るドーナツ屋さんにはなるんじゃないですかね。え、あ、ここ取られる、ここ取られる感じもしかして。あ、いや、そうです。あ、でもこれビリヤードできるんですか。もちろんできますよ。ああ、はい、じゃあそういう遊びもあると。遊びもある。ビリヤードもダーツできる。あ、ダーツもできるんだ。ダーツもできるんですか。できるんだ、マジか。できちゃうんですよ。へえ。ちょっと自分の店みたいに紹介して、できるの分かるんだ。分かんない。出します。ここはこれか。あ、これか言うてる。でもまあビリヤードの方がまあいろんな人見てて楽しめるかな。うん、参加してなくても見えるからね。こっちおもんないらしい。思わない言うと思んないんだ。やめなさい。ああ、ビリヤードどうやってやるんですか逆に。あそこに球があるでしょ。あの近く近くに行って球持って、テイクプル球。お、見れる。やばいっす。このダーツの台がすごい音出してます。ダーツスタートしてしまったか。あ、スタート、もうダメです。これ何がやばい。私ここのテンションだけどよくわかんないの。ダーツのやめ方がわかんないと。姉さん、これちょっとやばいっす、音が。エスケープ筋肉とかダメですか。エスケープ筋肉、なんか押してみて。いや、もうダメっす。ピンピン言いまくってますこれ。なんだ。じゃあもう投げるしかない。投げて、あの、適当に終わらせるとか。ちょっと一回離れますこれ。ああ、それいいかも。怖いっすこれ。うん、おー、ビリヤードだ。おー、ビリヤードだ。ここから先に入ると、おー、すげえ。うまいね。
ちょっと、ナインボールかな。ここからビリヤード見ときます、僕。かわいい。ほー。ほー、うわ。あー、落ちちゃった。いいですね、ビリヤード。あ、もうやだ、俺もやめたい、これ。そのまんまでいいよ。ほっといていいですか。あ、いいよ。あ、そのまんまでいいんだ。うん、なんか、インテリアみたいでいいと思う。お、いい、いいですね。これはこれでね。おしゃれ、おしゃれ。へぇ、また行ってる？あ、これ全然ダメっす、これ。もう帰りましょう。全然ダメっす。なんかせっかくなんで食事してっていいですか？あ、どうぞどうぞ。どうしましょう。ね、あの牛丼とか、行儀が。てりたま、てりたまバーガーとかいろいろあるよ。ないよね。マックやと思っとる？ここ、あ、マックですか、ここ。ちゃうちゃうちゃう。中う。近いコンセプトでやってるから。でも牛丼とかテーブルはね、そうそう、吉牛にテーブル似てますよね。うん、テーブルの配置はこうやって。やばい、波盛り。波盛りだ、出ないよ。頭大盛りで波盛り。とりあえずじゃキングでいこうかな。出ないで、キングスープめっちゃ食うやん。あなた体調悪いのにキングなんて食べちゃいけないわ。体調悪いときはめっちゃ食うのが一番いいんすよ。食べれる？食べれない。これ俺。食べれないけど大丈夫か。気をつけて気をつけて気をつけて。よかったらあの3人分なんか作りますね、うん、パパッと。お願いします。あのすいません藤子さん、はい、あの会社の会議が始まるそうなんで帰ります。やばいやばいやばい。じゃあ また来ます。気をつけて。はい、またすいません、いや全然ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あのうちの店やりたくなったら言ってください、ね。ええ、やりたい。いやいや大丈夫です。やりたくないのどうかと思いますけど、はい、ええ、大丈夫です。ありがとうございます。はい、お気をつけて。はい、じゃあまた。BMC 戻ります。了解です。了解です。エマ注意とのデートを邪魔されたな。許せん。プリコちゃん。あ。これがさ、面白くてさ。走ってる最中閉じられないのなんだけど、このなんかね、ちゃんと実写と一緒でこのぐらいかな。あ、実写と一緒で速度下げとくとね、してくれ、あれしてくれたと思う。してくれてたんだけどな。あ、してくれた、してくれた。やめて、やめちゃった。まあいいや。実車はね、50キロ以下だったら走ってる最中で変えられるんで。なんて言ってるけどね、
そのうちちょっと、ああそうそう、動画をね撮ろうと思ってね、全然時間がなくて撮れてないんだけどね。実はあの車買い替えまして、もうね今手元にはねこれと同じ形のはないんですね。別なものに変わりました。それをねちょっとおいおい動画なりで出せればなと思っています。撮ってないけど、これどこ集合とかあります？あ、みんな今から戻りますよ。はーい。さっき電話誰だったんだろう。一応折り返すか。血の跡。険しい顔。なんで並んでる？なんだろう。同棲中？え？腕組んでなんか威圧してた。どうしたんです？なんか今日威圧感すごいな。そうかな。自覚ないですか？そんだけなんか放ってるのに。うん。なんてね、出張セミナー、ジェフ、あんなに圧があるのに。見守れてる？いえ、ルルちゃんナンバー。え？なんか辛いことありました？いや、別にないですけど。ないですか？ええ。なんか声変わりました？いや、声一緒ですよ。いや、なんか知ってる大佐じゃない。なんか違うよね。なんか知ってる大佐じゃない。プッケナーの癖が抜けてないとか。いやいや。怖い。もう、筆子ちゃんナンバー？私ですか？キューラですか？さっきのね、出張処理台。あ、今日62番です。62。はい、ありがとうございます。あ、間違えた。大佐、なんだっけ、デイティみたいなとパゴゴンみたいな顔の4人乗りの車が欲しいんですけど。ありますね。はい、で、いくらなの？ね、あ、それね、ひょっとしたら今売れないかも。売れないんですかね。ちょっと待ってね。なんか親近感を感じるとか。デイティジュビリーってやつかな。デイティ、あ、そうそうそう、なんかそ
ちょっと待って、ね、持ってはいるのよ。どれだっけ、これじゃない、これか、これ、あ、これじゃないな、どこにある、これパラゴンか、これね、今のね、パラゴンじゃなくてね、いなくなっちゃった、これジュビリー、これ違う違う、じゃあさっきのやつ、向かい行きますか、仲良くしてください、普通車のやつでしょ、なんとかなりました、今お客さんから預かってデイティーはこれ、これですね、あ、じゃあこれかな、これだよね、4人乗りですよね、これは4人乗りです、あ、そうそうそう、ね、それが欲しいんですよ、これだよな、うん、そう、デイティーみたいな、これですね、これはね、うん、どうしてこれが欲しいんですか、パラゴンが好きで4人乗りだからです、パラゴンって4人じゃないんだっけ、パラゴンは2人乗りですね、なるほどね、顔がすごい好きなんですよ、あー、まあまあそういう理由ならいいんですけど、うんうん、この車超遅いっすよ、あ、そうなんですか、まあ、でもスピードは別に、私期待してエンジンスワップまでしてますからね、これ、え、V12 乗せてますからね。遅いんですかそれでも。これフルカスしてますけど、うんうんうん、まあじゃあ乗ってください。はい。あ、私が乗っていい。うん。はい、フルカスで。フルカスでエンジンスアップしたらこういう状態です。すごい滑るな。ちょっと待ってよ。ちょっともう通り走りますね。待って、なんかめっちゃ滑りますねこれ。そうなんです。これめっちゃ滑る。そうなんです、ドキシャみたいですねこれ、多分パラゴンって四駆なのかなと思うんですけど、うん、これね後輪駆動で、はい、ちょっと走りにくくて、あ、かつスワップしてるのに200がギリなんですよ、あ、本当だ、200は出るけど、そう、遅くてかつギリギリまでしか出ないんで、うん、まあ4人乗れる車として考えるぐらいならいいんですけど、あー、まあまあまあ、まあ、うん、ただねこれいくらか2000万だったかな、はい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 、値段がね個人的にはもうちょい安くてよくないじゃっていう気はしてる、なるほど、とセダンだったよな確か、あ、じゃあもうちょっとしたら下がるとかあるんですかね、下がるはないね、なんか下がるは聞いたことないもん、何が起きました、今私が車の資料を見てる間に今何が起きました、ナンパでぶつかっちゃいました、あ、ごめんね、まあ、そのぐらい制御がね難しい車なんで、うん、これはそのエンジン変えたりとかしなければなんですかね、ちょっと運転しやすさはありますか、ああ、うん、いや微妙だったな確か、でも結構微妙でした、遅かったはず、 あの出足が重いから、うん、なんかそんな感じ、うん、重いからなかなか走り出さなくてだった気がする、ちょっと整理しよう、そっか、どれだっけ、なんで資料にないんだろう、あ、すいません、確かに走り出しが、はい、わかりました、おかえり、え、お、プスカ今日何番、240です、240、磨きまーい、これじゃないな、6000万10万、まあ最悪、はい、今週もお願いします、あざす、あい、ございましょう。おはよう、うさぎさん。おはようです。おはよう。おはよう。おはようございます、うさぎさん。オンデューティーです。おはようございます。おはよう。うさぎさん、みんなが、みんながうさぎさんの髪型になっちゃって。え、そうそう。今、あ、黒いやつ。あ、見てください。なんでないんだろう。そう。別のやつです。ええ。クソ高車が。クソ高車買ったの。あ、キャップ、キャップじゃない、カメさん、カメさん、あ、
あ、もうピカピカやった。あれ？圧倒的。じゃあそれで。もう 2P カラーみたいな。本当だ。可愛いみたいな。可愛い。あれ？資料にない。え？え、なんでだこれ？そんな随時消してってんのこれ、うん、この車についてですか？そう、わかる。いや、そんなことないな。取ったら全部取れちゃうんだよね。え、なんでなんか、でも新しい車って聞きました。割と、あー、ちょい前だね。ちょっと前、サイちゃんが消えました。え、サウちゃん、サウちゃん、サウダちゃん、ここですか？サウちゃん、このままじゃ迎えに行きそう。大丈夫です、3人いるので。まあ、もしかして家の中とかではないですか？まあ一応2000万だと思いますね。うん、了解です。ただ今は売れなくて、うん、なんかね、車にね、防弾効果がついてんだって。とかと同じか。そう、一緒でついてて、でランポとかずいぶん前からついて、リリパイがご苦労さんしました、サウちゃんに。まあずいぶん前からついてたの分かってたけど、なんか今更になってちょっと車両境界的に問題が出たらしく。なるほど。そう、それでなんか調整が入るみたいで。ああ、じゃあそれまでは買えないか。そう、そうそう。うん、残念。なんか土曜日に調整するらしいよ。どの道どうするかは。じゃあもうすぐですね。うん。本当ですね。割とあっという間に。もうありがとうございます。はい。調べてくださって。モノクローム？これはそうだね。もうやけくそみたいに塗ってるから。うん、リバリー。ちょっとダメだ。絶対わかんないこと。色でわかんないわ。リバーリーまだ見てなかったね。リバーリー、まあまあ普通っすよ。うん、なんだこれ、落書きされてる。どう見てもこれなんだ、ラインが。え、でも可愛いな。これはルーフ。あれ、なんで天井の色違うんだろう。そういう車なのかな。いや、ルーフ変えですか？いや、ルーフ変えてるかと思ったら変えられてなくて、ストックだとこれみたいだね。あ、だからフォルトだとセカンダリーとか乗らない感じ、ね。あえてこうルーフを セカンダリーに変えないと色分けができない。なんでやけくそカラーなんですか、あんな。え、性能悪かったから。なんでやねん。ひどい。そんな適当しないでくださいよ。いや、もう性能悪かったんだよ、もう。いや、もうそんな。そうなっちゃいます。なんでもええやみたいな。そう、まあそういうことですね。いやいやいや、もうテッカテカでいいやっつって。おいっすー。おいっすー。おかえり。誰？私だよ。そんな人知らない。誰？私だよ。帽子がな、ヘルメット強くて脱げなくなっちゃった。すごい失礼なこと言っていいっすか？何？いいよ。化粧変えました。え、全然変えてない。え？濃い？あ、はい。超怖い。前からこうだよ。え？そんな良く見えない？いや、あ、可愛いっす、はい。可愛いと思った。あ、やっぱ可愛いっす。だろうだろう。はい。そんな濃いかな。すいません、エイプリルフルにデリカシー置いてきたんで、ごめんなさい、本当。申し訳ない。大丈夫だよ。はい、確かに、でもリップは濃いかもしんない。ギャルやん。見ただけで何も言わんしもんで。見に来るだけ見に来て。一番やったやつやん。
あれルルパイじゃん、久しぶり。久しぶりじゃないけど、会ってないことにしますか。あ、我々が会ってないと。会ってないかも。そうだね。あ、会ってないかも。見てる人いるんだけど。戻った戻った。戻りました。戻りました。お帰りなさい。ぶっ飛んだよ。リリさんからご苦労さんって、あの入金された瞬間死んでった。おはようございます。おはようございます。大佐ありがとうね。ええええ、うん、ミスよ。あれタイミング良すぎた。お、どかわいい車の色。オールスターみたいになってる。すごいな。ええ、結果いっぱい貼ってる BMC。 そういうことですね。すごいな。そういうこと。ええー、そんなのが、意外と飲み物がない。現金の写真とか撮りたいな。何が着替えてないもんね。あ、争いは込まないんで。入ります。ありがとうございます。あともう鉄夫が、鉄夫来てくるかな。あ、さっきいたよ、救急隊に。今日あの、ぶしつけで言うのあれですけど、バチクソエロいっすね。着替えバッグ買ってこなきゃいけないよ、これ。私、はい、ないわ、私も。 ありがとう。正直その格好好きです。ありがとう。インディ・ジョーンズの相方みたいで好きです。あ、インディ・ジョーンズ、本当に冒険したいんだよね。あ、はい、うん、めちゃくちゃいいな。冒険、僕としませんか。お着替えバッグない人、並んでください。めちゃくちゃ軽いな。ガチやぞ、冒険。冒険ここちゃんで。鉄夫いない。気をつけて、ガチ冒険行きたい。いいっすね、鉄夫がいない。お着替えバッグない人、大丈夫ですか。多分仕事中かな。救急隊に今いたんだよね。後でって言ってたけど、分かると思うけど。スワット多すぎ。なるこれ。いいね。じゃあ鉄夫だったらもう終わりね。犯罪者が。終わりですって、あの。全員で。ありがとうございます。私にまで。全員です。はい。警察も。あ、これ全員。うちキャップに給料渡した？退職金ですか。え、何？え、なんだ？給料ですか。286万。286。はい、僕と一致違いだ。そんなこんなにもらって、いや、まだ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 、はい、バレたから。間違えたと思わせて。はい、交渉お願いします。やったぜ、ありがとうございます。不思議な感覚だ。一回農社長が間違えて2000万振り込んで、お礼が返して、またマネーロンダリングしてる感覚だ。そう、セリフ。店長だ、店長。おはようございます。おはようございます。プラちゃん何番今日？274。でもね、全然働けてないよ、今週。体重が。もう。ちょっと激忙しくて。あと、先生？ん？先週の。お手洗いお借りします。はい。はい。274です。まとめて。はい。100万、10万、100万、100万。はい。今週もお願いします。お願いします。うん。もう、鉄を何番？はい。かわいい、ふでこちゃん。
あ、ありがとうございます。髪の毛も変わって、あ、143番です。これはうさぎさんみたいにしてますよ。お手洗い行ってきます。可愛い、可愛い。完全にこうするとうさぎさんみたいな。うさぎさんのあのダンスどんなやってるんだろう。あ、あ、仮面してませんね。今ね、トイレ仮面今撮ってたんだよ、自分で、うん、自分で撮ってました。うんうん。やだなぁ。うさぎさんのあのダンス、なんていうダンスなんだろうな。探す。あ、なんだろう、あれ6ですかね、ダンスイモートの6。わかりました。うお、結構一番最初の方に出てくるやつ、これお気に入りで。あれ、6しかなかった。これは懐かしいダンス教えてる。変なダンス教えてる。え、これ5番。うさぎさん、全然違います、これ。違った。5番か、わかりました。恥ずかしめダンス。見てよ、恥ずかしいでしょ。それそれ、5番だ、5番だ。ふてこさん、めっちゃ似合ってます。あれか、やっぱさ。夢で見たあれか。お、何ですか、澤田さん。得意な踊り方。すごい。あ、それよく見るでしょ。ほんとだ、なんか私みんなと手つきが強い気がしちゃうか。ダンス CD の6か。それ私もできるかも。こっちか。こっちじゃん。全然違うんだけど。あ、そう、できない、それ。そんな、そんなできない。そんな連打できない。できる、できる。まきびちゃん。は、まきびちゃん。まきびちゃん。みんな可愛いです。みんな可愛いね。いやいや、可愛いですよ。とりあえずダンスする。みんな思い思いに。これはどこに行くんですか。ててあ、ね、確かに知らない。今日7000番らしいですよ。行きますか。はい、お願いします。お客さん来ちゃうから。そうだそうだ、はい、じゃあ体験します。いや、体験したらいいだけやん。はい、最近いつもさ、働こうと思っちゃうじゃん、お客さん来たら直さなきゃって。わかります。おお、切り替えできないやつか。はい、どこに行けば。お客さん7000番らしいです。7000番西金。はい、西金。なんかリリーさん悩ましそう。7000番だぞ。あの話は終わったんだ、もう。あれ置いてきちゃった、一人いたの。そうですか、困った女だ。7000番。あ、これね。電気自動車には対応してないんだね。先に資金行ってます。はーい、了解です。浮いてるわ。ちょっと待て待て、カッコつけて座りたいの。いやおいおい、そんな風に止めたら怒られちまうぜ。ああ、おい、ちゃんと入ってこい。とんでもないやついたよ今。ああ、どんどんルールの破り方が悪化してるじゃないか、順番に。どこ、おちがいた。
7000番そうです、鉄夫。鉄夫どうですか。鉄夫は…その客ひっ捕まえて…鉄夫はわかんない。了解。鉄夫行方不明。これさっきまでお店の中で一緒にいたけどね。確かに、うん、迷子になっちゃったってカスタム店だよね。そうだ、皆さんに…皆さんに贈り物が…贈り物何今日何人いるんだっけ。14人、15? 10… 全員15人じゃあ、もう、じゃあ順番にマキピさん、わ、ありがとう。なんだこれ、なんですかこれ。プラコさん、かわいい、かわいい、どうも、かわいい、なにこれ。サウティング、いや、かわいい、あれ、あいつがよみがえる。ちょっと待って、この辺でやればいいか。めっちゃかわいいね、これ。なんかのペッツみたいな。わかる、ペッツみたい。食べたことない。ペッツってなんかお菓子でいるやつや。ラムネかなんかでいるやつや。あれ、あと、すごい。あれ、あれね、あ、ありがとうございます。田舎でこんなおしゃれなお菓子売ってなかったんだよ。あ、出てきた出てきた。メス豚もらってません。待て待て、メス豚。はい、ありがとうございます。これで、ここにいる人には渡った。はい、もらいました。はい、スターこけし、かわいい。イースター用にね、お願いしてたんだけど、うんうん、あの、これモチーフうさぎさんなんだよね。うさぎさんで作ってもらったんですけど、なんかイースター前後めちゃ忙しくて今日もらうっていうね。だから、配れませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。愛らしいプレゼントありがとうございます。100個発注してました。すげー。お客さんに配ろうと思って100個発注してました。すごいな、どんどんこけしシリーズが揃ってきて、なんかワクワクしてきました。クリスマスもシーズナルでね。クリスマスこ、クリスマスこけし。大丈夫、余ってるやつは自分でもモリモリ食ってるから。日々の飯として。在庫処理してるやん。そう。だったのですか。可愛い。まあ、そうだね。かわいい。こけしでできてる大佐の顔。しかも5個くれてる、5個。そう、5個ずつ。食べても大丈夫だ。うん。食べてもちゃんと置いとくようなやつもある。うんうん。ありがとう、大佐。大佐ちゃんと揃えて、こけし並べておいてますから。ああ、いいよね。ラインナップしといて。ラインナップしてますよ。フルコンプ、フルコンプしなきゃ。もう今のうちから5月のやつ仕込まなきゃ。マジで高いでしょ。これシリーズものなんですね。そう、毎月作ってるはず。あ、毎月なんだ。毎月なの。五月なの。あ、でも三月。あ、でも三月かこれか。こけしに対応。三月用に作った。何があるかな。四月の作ってない。あ、三月がこれなんだ。イースター。イースター三月なんだよね。じゃあ私持って場にしようと四がくっついたのか。そうそうそう。で、3月はもう一個ホワイトデーを、あれホワイトデー作ったけど、もう忘れ始めてんな。いろいろありすぎてね。見直さないとダメだ。え、これ12月から始まったんですか、クリスマスか。そうよ。ああ。いいの。いいの、こけし。こけし屋さん。自分のこう、食べ物作って人に渡せるっていいよね。いやね、めちゃくちゃいい。いいなぁ。よいしょ。いや、今日のドレスコードも楽しみなのです、うさぎさん。そうだね。なかなかみんな来ない。どうしたんだろう。そうだね。なんか意外とお客さんが。客の対応してんじゃない？なんで混ざってんのかな。カスタムの対応してましたね。ああ、それはかかるな。カスタム。私たち出るときにあと3箇所って言ってたんで。狙いすぎじゃ別のお客さん来ちゃったのかもしれない。ああ、かもしれない。どんどん来ちゃうから。中に入ってみんなでコーヒー飲むかじゃあ。コーヒー飲むか。そうですね。出てこないんだよ。焼けしちゃいますから、ここいたら。材料がないと出てこないんだっけ。ああ、なるほどね。そう。日焼け、日焼け。あれ、コーヒー作る材料結構必要なんだよね。お膝大丈夫ですか？あ、いやいやいや、日焼けってなんか俺の。多分出ないんだよね。あれ？ホットT
ティとか作れるようになってる。素材必要じゃない？そう、素材いる。いや、作る後にその下に書いてるね、素材。あ、なるほど。あのホットティーの下はそう、ティーバッグ、シュガーと水持ってねえや。はい、結構使うよ、素材。あー、ほんとだ。このウォーターサーバー空だぞ。てかさ、シュガーとかってどこに売ってんだろう。デパートで売ってるよ。そういうコツ。それを持ってたらなるほど。でも水一個、水っていうか、まあ飲み物を一個作るのに素材を三つ持ち歩かなきゃいけないんでね。じゃあ飲み物買ってきた方が早いっていうね。そうなっちゃうな。気分的なものです、これは。しかも素材結構いい値段するんだよな。あ、する。あ、そうなんだ。するする。買ってきた方が安い。グリーンティーポット。ちょっと汚れてるな、確かにこの車。土で。もう置きたくなっちゃう。拭けるよ。きれいにしとくか。全部磨こう、全部。あ、やっぱりあの海沿いにあるからさ、潮風でやられてんのよ。だからこれ、そう。ペロ。ほんとだ。しょっぱい。あ、来たみんな。おー、なんでだろう。おー、みんな。どこでやるんですか、社長。お、2階です、2階。はい、2階。2階。おー、ワクワクです。2階だ、2階だ。うわ、すごいです。2階です。いいな。はい、2階です。クソ真っ白だ。2階です。あ、白飛びしてんだけど。めっちゃ白飛びしてる。やばい、なんかこれもう死後の世界みたいになってる。おー、なんか、はい、皆さん、こちらに着席してください。歩くの遅い、俺。汚しちゃってる。あるかな。うん。めっちゃ俺の足の裏汚いんだ。うん、みんな、二人ぐらい椅子がないかも。あ、私椅子出せます。俺立ってきますよ。立ちます。俺立ってきます。立ってください。序列ないでしょ。第13エスパーダ、立ちます。座れるよ、これ。座れます。確かに。マジ、マジ、座れます。よく覚えてますね。個性を出してもらって、そして皆さん、スーパーシャウトでお願いします。はい、はい、はい。キャップの膝の上でいいや。あ、いいよ。これどうやって座るの。座れる。おかしいよ。あ、じゃあ分かんないから、ハグしとこうぜ。オッケー。これ、うまい具合に座る。それ多分、落ちてるやつダメじゃないですか。あ、すまん、外に頼む。いいぞ。え、でもなんかめっちゃ座りそうじゃないですか。なんかちょっと椅子が寂しいので、ま、前詰めてください。これでいいよ。はい、はい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 、前から座ってください。あー、ごめんなさいごめんなさい。あれ、なんか普通に椅子座れないんだ。あー、ここ空いてんのか。あ、待って、座れない。あ、これいい。ほんとだ。この面で座ってんのかな。座れますか。座れます。座れます。公園とかにありそうなの。どうぞ。かぶた、すいません。平和の使者。平和の、そうそうそう。これはウサギさん。あ、はい、了解です。ウサギさん。心の目線違うか。ちょっと、妹も椅子が、あ、よかったです。ちゃんと座れました。お行儀よく。素敵です、素敵です。キャンキャン。こうして。じゃあ皆さん。なんか、キャンキャンと。でもいい感じです。はい。エンダー。それぞれになってます。マジビ先輩？ごめんね。開いちゃった。すいません。クッキス。もう子供ちゃんと OK、 マキビちゃんが座ったら、はい、すいません、お待たせしました。ちょっとほっときますが、はい、はい、あ、いいね、はい。あ、それでは、どこに欲しいだろ、あそこ座って、ちょっとあれ、ダメだね。まずい、まずい、まずい。おい、何始めてんだよ。ねえ、やばい、やめて、いいですか。気にするわ。おいおい、気持ちの悪いものを見せるんじゃないよ。それはそうだ。そこを押し倒さないでください。失礼します。はい、浅く座りたくなかったら一人称視点に切り替えてから。誰誰、ボトラー、誰ボトラー。ちゃんとトイレ行って。やめて、すごいじゃない。済ましちゃったか。面白いです。トイレ行ってください。はい、それでは。あげくろ、はい、このちゃん、足を閉じてください。これも3回とめっちゃ悪い。足を閉じてください。すいません、ちょっと座り方が良くなかった。いいですよ。すいません、はい、これで。あ、いいよ、いいよ、よかった。はい、さあ、それでは第2回 BMC 会議を始めます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、
今回も私の思いつきで、言いました。ウレスコード。はい。春だ。全身ピンクをですね、皆さんに。全身ピンクは、ちなみに男子は無理でした。はい。あ、なんか、ピンクっぽかったら OK、OK とします。で、こちらをですね、じゃあ皆さん、お着替えバッグをお持ちでしょうか。はい。はい。はい。あ、俺、あ。みんなで一斉に。さっき使い切っちゃったんだよね。前の椅子着替えバッグを使用に持ってって前の座席の人に着替える準備をお願いします。はい、させちゃった。あ、はい、着替えていいですか。まだまだ、せーのでね。あ、出たわ。あ、うさぎパイセンが、うさぎパイセンが見えてない、まだ。それでは着替えましょう。せーの。はい、はい。あ、かわいい。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 全然かわってない。なんか似てる。かわいい。似てない。え、似てる。なんですごい。合わせた。本当だ、似てる。合わせた。なんて、下半身も一緒だよ。マンガイコンビみたいになってるって。僕みたいになってる。僕みたいになってる。全く合わせてないからな。合わせてなくて、それなの。かわいい。かわいい。かわいい。これよく合わせてない。色がいい。かわいい。じゃあ、合わせてない。かわいい感じでした。かわいいでしょ。じゃあ。二人もめちゃくちゃかわいいですよ。ありがとう。ありがとうございます。いいね、いいね。あ、もう一回の感じだ。みんなかわいい。もう一回の感じだ。なんか、桜がパッと咲いたような春の感じです。いいね。みんなピンクなんだ。みやこちゃんおしゃれだ。そのまま着席していただいて。はい。かわいい。タブコスよで。あ、間違えちゃう。皆さんも素晴らしいです。春っぽくてとてもその服で過ごされた。ちょっと半笑いな。多分あ、よかったです。インタラクト、一般インタラクトのお風呂の髪の毛。ちょっと、ジェフはふざけてますよ。あ、いや、私ピンクのコスプレです。これ空の、空の玉座作ろうぜ。なんか見たこと。窓、窓ギー。窓ギーだ。見て上手くない？おお。なんか夢で見た。一回、一回スネ目乗るんですよ。一回スネ目乗って。そう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 。なんか、そう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 、そうですそうです。かぶらないもんですね。え、すごい。確かに、そこの2人は隣かぶってる。奇跡、奇跡的にかぶってる一組になった。乗り越えてきた。なこちゃん、なんか座高がちょっと座り、まあいいですよ。ここに座ってんだ。さあ、いいんだよね。それではですね、今日の会議なんですけれども、あ、そうだ、まずは皆さん、服作っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。とても可愛いです。ありがとうございます。あとで写真を撮りたいと思います。はい。はい。今日の会議なんですけれども、ちょっと前回と間隔が短くてあれだったんですけど、今回その会議をするのは、社員が一斉に増えたことと、あと、BMC を作った前社長の熊月リリちゃんが町に戻ってきたこと、はい、で、会社の体制というかを改めて、みんなに伝えたくて、集まってもらいました。はい。で、4月に入って新年度も始まりまして、BMC は今後、社長、西野と熊月リリちゃんの2人のダブル社長でやっていこうと思います。ちょっと思います。はい。いいと思う。何ですか？ちょっと、リリちゃん。あ、でも、あ、すいません、前に失礼します。はい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 。あ、でも私、顔がすいません、あ、熊月リリです。よろしくお願いします。はい。一応私も半年ほどこの町を開けていて、メカニックの知識量とか技術力とかがやっぱしこう半年間過ごされた皆さんには全然劣っていると思うので、個人的にはちょっともうちょっと
自分で納得いくぐらい知識をつけてから課長にみんなが受け入れていただけるならば、うん、なりたいなという気持ちで今はいます。はい、西野ちゃんからの、うん、申し出をすごく嬉しかったし、また運営に関われるっていうこと、経営陣る側でこう立ち回れることはすごく嬉しいので頑張りたいと思うんですけども、もう少しちょっと体験の身として、え、まだやるの？体験の身として、うん、所長やらないの？いやいや、やらせていただきたいんですけど、もうちょっと、もうちょっと勉強したいです。社長兼体験ってこと？はい、あ、いや、まだ社長もうちょっとで社長体験社長いや、ないですよ。この会議でそのスパッと発表するために、全部エンジンスワップとかタイヤとか教えたじゃないですか。ほうほう。もう私聞かれたところで今それをこれどうするんですかって言われても、ちょっとすいません、ちょっとお待ちくださいになっちゃうから、そういうのちゃんと答えれるよ。それをみんなに聞けばいいじゃん。答えるもうちょっとだけ体験やられてくる。わかりました。そんな気にしなくても社長だから全部できないといけないってことはないし、絶対、うん、全然今、うん、まあでも本人の中でなんかちょっと LINE ここまで行きたいみたいなのがあるのかな、うん、いつからああ納得したら決心ついてからでいいんじゃない、うん、決心ついてから、はい、決心ついてなかったの。決心はついてたけど、ちょっともうちょっとだけ勉強したいかなっていう気持ちが、はい、ありまして、それが全て完了しましたら言わせていただきます。近いうちに、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なりますけど少々お待ちください。すいません。はい、ありがとうございます。わかりました。ストイックですごい素敵だと思います。うん、ありがとうございます。ちゃんと言えるのがすごい。ありがとうございます。うんうんうん、オッケー。はい、じゃあ、あと、その副社長、今ルルちゃんにやってもらっているんですけども、うん、副社長もですね、プスカ大佐副社長どうでしょう。うんうん、事前に本当は話したかったんですが、あ、今ね、今聞かれてますね、私ね。すごいな。なるほど。突然ですね。突然なんですが、体操を考える時間なくて、ね、私、うん、リリさんより考える時間与えられてなくないですか。一緒にやってこうねで話したはずなんですけど、裏切りが発生してましたけど、やるけど、やる、ありがたい、ありがたい、めっちゃやる、めっちゃやる、やるやるやる、めっちゃやるって、うん、そうですね。はい、じゃあその流れついでですけど、うん、ちょっとですね、はい、給食を願い出ようと思ってまして。あ、そうなんですか。はい、ちょっとの間、BMC のジョブを外させていただきたいなと思いまして。そうだったんですね。わかりました。ということなので、うん、副社長今受けるということはちょっと難しいかなと。わかりました。思います。それはもう今月からですか。はい、まあ明日からすぐってことではないんですけど、はい、ちょっと近いうちに、近いうちに、わかりました。じゃあそのタイミングが来たらまた改めて、はい、そうですね、まあまあ、はい、嘘言いましたね、近いうちだと思います。はい。みんな、なるほど、みんなふわふわしてるな、はい、はい、ということでした。わかりました。はい、頑張る、じゃあそうですね、じゃあこのも、じゃあ頑張ってじゃあ一旦この状態のままです、体勢。はいはいはい、はい、すごいな。なるほど、でしょ。ありました。他誰かありますか、給食願い。
転職願い、転職願いや、ないか、キャップ、はい、あ、僕警察結構戻りますんで、給食じゃないですけどあんまり出勤できなくなるんで、はい、お世話になりました、3ヶ月うお、お世話になりました、はい、はい、そうお世話になりました、やめませんけど、はい、あ、やめはしないのか、出勤が減るという話は聞いてます、うん、はい、まあ、だいぶね、BMC に来てくれてたもんね、そうですよね、早まん、逆に警察行ったの、行ってないっす、ドヤ顔でナズピとか、いろんな人に、また来てねとか、サブローが絶対来るんだよ、週2はって言ってて、月にしか行ってないっす。さすがに申し訳ないんで、ちょっと。平和を守ってくれ、キャップ。うん、そうだ、ね、守ってください。引き続き守ってください。おー、はい、どうも。わかった。寄ってください。はい、遊びに来てください、いつでも。待ってる、待ってる。嫌なことあったら帰ってきていいよ。俺じゃあすぐ帰ってくることになるから嫌なことがあるんだ国士刑事課だもんな、はい、BMC はもういつでも帰ってこれる場所としてちょっと守ってますので、はい、はい、はい、じゃあ他ありますか、次の方、次の方給食願い、給食願い、皆さん変わらずでしょうか、お、どうしましょうかな、なさそうかな、うん、おもう、まあ、でもこの会議、その新しい体制の報告というか、それのすり合わせというか、それので集まってもらったので、はい、大事な話は以上になります。終わり？終わりだよ。はい。コスプレの内容とか、メカニックの確認とかはいいんですか？します。はい。メインはそれだったので。あ、なるほど、なるほど。オッケー。じゃあ、どうします、どうします、制服のどうします、ウーブ、はい、はい、何を残して、私、はい、うん、日本のコンセプトメカニックで人気なコスプレ13選を、調べて きました、そしてすごい、あるんだ、コンセプトメサントスで、できそうなものをちょいちょい、はい、ピックアップしてきました、はい、なんで現状を皆さんの意見の中で残したいって言ってたのがチャイナとメイド服という意見がありましたので、月曜日のもあったかな、月曜日のやつ、もともと月曜日のチェックのワンピース、ああ、と思ったんですけども、うん、男性社員が増えたことにより、うん、そこら辺も融通を利かせてなんかこうコンセプトをすり合わせた方がいいのじゃないかなという気持ちもちょっとしております、はい、どうでしょうか、うん、ああ、なるほど、はい、じゃあやっていきましょう、はい、火曜日どうしましょう、あ、もう一個ちょっと一個あります、はい、どうぞ、はい、はい、なんかみんなの服の色違いも可愛いんですけど、うん、なんか色違いやっぱりこんだけ増えるとない場合があるので、なんかアニマルとかそういうテーマを決めてみんなでその衣装を作ってくるみたいのでもいいのかなって思いました、いいと思います、学生服も今まで着てた学生風風みたいなやつとセーラー服とか学ランとかいろいろあるので、なんか各々で好きな学生服コーデみたいにして制服コーデにしていいなって思ったし、あと人気なやつで幼稚園児、男装、幼稚園児、ちょっと待って、幼稚園児書いてあった、書いてあった、どうなってんだ、ごめんなさい、何の資料です、コンセプトメカニックで人気な、コンセプトメカニックですか、本当にメカニックじゃなくてカフェ、カフェで、カフェですよね、お店ですよね、人気なコスプレ、サキュバス、天使、男装、アニーコス、アニメ系のコスプレ、アニマルってことか、あとですね、メイド服も結構種類が増えているので、こう、確かに 2日分メイドをなんか違う雰囲気でこうなんかコスロリっていうかちょっとなんかシックな感じとか、可愛い系とかのメイド風クラシックな感じとか、そういうので分けてもいいのかなと思いました、さっきのそのカラバリの話で言うと、まあ
ちょっと女性の服の構造が分かんないんであれですけど、うん、はい、完全に上から下までお揃いの色違いじゃなくても、うん、ベースどこかだけ揃えて、うん、まあ人によっては手袋があるなしだったり、うん、靴下の長さで調整するなり、うん、まあスカートかパンツかでとか、うん、なんかそういうそのアレンジのかけ方うんうん、もういいかなと思いますね。そうですね、うん、多分テーマだけ、そう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 、うん、ベースだけ一緒みたいな、うんうんうん、じゃないとまあ確かにね限界があると思うんで、そうですね、うん、まあ1週間、まあ、月曜日お休みで6日間あるんですけども6種類のテーマちょっとじゃあ決めていきましょうか。はい、残す、はい、残すやつはとりあえず、はい、もう残したい。だから、まあ、メイド。うん。はい。あとでまた議事録というか上げておきますサーバーで。はい。ありがとうございます。これ今カチャカチャやってんの西野？私と多分ルルちゃんかな。ああ、うん。これやりました。だ、うん、ちょっとなんかなややこしい話しますけど。はい。あの多分そのやっってるテキストファイルだけを画面共有して、はい、見せた方が分かりやすいかも。了解です。いけるかな。分からん。待ってください。エッチなもんだけ映さないようにして。大丈夫です。開いてないです。私ディスコードの画面共有が開いてません。あるじゃん。普段は普段は、うん、お気に入りフォルダーにはあるっていう。いいです。何を言ってるんですか。いや、すみませんでした。じゃあボイスチャンネル。大差はありますね。はい。正直。大差は、大差は結構あのフォルダの階層深く作ってますから。わからないようになってるんだ。そういうもんなんだね。カテゴリーがねちょっと。カテゴリー。カテゴリーごとにあるんだ。そうなんだ。詳しく聞いちゃいたい。あ、ここに入っ、うんうん、フォルダ名だけでも聞きたいな。フォルダ名何系とかやりましょう。フォルダ名って答えでしょ。フォルダ名あ、オッケーオッケー、見やすい。すいません、ただのメモ帳なんですけど、うん、見やすいよ、はい、見やすいです。あ、見やすいです、はい、おー、すごいです、はい、いいですね、うん、どうしましょうか。衛星の方にはちょっと映してないんですが、メモ帳。俺見やすいですって嘘ついて入ってなかった鉄を。いやもう息をするように嘘ついてるやん。何を見たんだ。あれさっき映ってたの映んなくなったよ。なんかそうですね。映んないですか。最小化、最小化しちゃうと。あー、うん、最小化。じゃあ合ってたんだ俺。そうだ。最小化しない。映る方法ありますかこれ。あれあれっすよ、だからもうあのまあオルトタブでもうそうだな、オルトタブで離脱して、うんうん、はい、でそっちのそっちをいじってれば、うん、だこっちの、こっちに戻ってこなきゃ、そう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 、うん、そうそう、あの食べ物とかだけ気をつけて。でも大丈夫です、死んでも治します、大丈夫です。おおしいです。死んだら取れないんだ命は。これでいきましょう。隙を失っても起こします。トラガでもあるの。飲み物だけ気をつけて。はい。じゃあ火曜日どうしましょう。お、今あるのが、うん、ちょっと待ってください。候補は何でしたっけ。学生服。学生服。ちなみに今見えてないの俺だけ。いや見えてない。見えてないです。あ、うん、あれ今見えてないですか。うん。西野がアプリケーションを最小化しました。うん、おとなしく待機しています。一回やり直した方がいいかもしれない。一回付け直したら、あ、見えた見えた、中止してもう一回共有か。びっくりした。何が見えたのかと思った。画面共有調子悪いからルルちゃんが代わりにすると。あ、見える見えた。見えました。オッケー、開けたせ。オッケーよ。色色で映ってないな。またあ、また消えたわ。え、消えた。いや、ポーズ中になりました、ね。ああ、でも聞いてますか。止まった。止まってるかな。止まった。うん、代わりする。うん、じゃあルルさんお願いしようか。いけそうなら。お願いします。お、見えます？
見まーす。見えまーす。はい。あ、見えまーす。オッケー。見えまーす。見えまーす。もう。うち、見れないかも。あ、うちが調子悪いのかな。見えとります。もう。うん、大丈夫です。はい。続けてください。あ、続けてくださいじゃない。じゃあ、私、メモしますね、はい。お願いします。はい。今出てるやつを入れてく、うん、それがまあみんなやりたいやつ、うんうんうん、あ、他に候補があればってことね。そう、候補があればまあ、うん、一旦出して断層、断層なんですけど女装じゃないですか。俺そのままであるのかな。男装ってことじゃないですか。メイドの時男性は執事どうですか。あ、まあ、男性は執事だね。なんか、うん、それやりましょうよ。すでにメイドのしてるやつも僕はどうすればいいですか。あ、好き好きで、あのメイドかすみたいな。すいません、簡単に言うと勝手にしてろってことやな。はい、薄いでした。カイナの時も男性の中で中国っぽい服、カイナ服っぽいのありました。中華っぽいのか、怪しい中なんかね、ミンミンモみたいな男性タイプ、アイドルも男性もややあるね。じゃあテーマなんか中華っぽい感じの、中華っぽい感じのアイナと、うん、オッケーオッケー。なんかサキュバスってなんかこないだのあのなんか悪魔みたいな、うん、はいはい、あれも入れできるかな、あれそのまま使えそうだから、わかるわかる、うん、何かありますね。男性もありましたよね、うん、あ、角はありますよ、うんうん、だから首から下をどうアレンジするかが各々のやり方になるのかな。なるほど。サキュバス何曜日かに入れますか。お、入れたいです。うん、ぜひぜひ。やった、何曜日にしましょう。もう水曜日あたりで、あ、そうですよね、水曜日あたりで起爆剤にするべきだと思います。起爆剤、聞かせてきました。そうそう、中だるましやすい時に起爆にね。ちょっと露出多いからね。シンプルに水だからかなと思ったけど、あ、そういうこと。セキュバスって水なの。へぇ、違ったっけ。違う。セキュバスはどうなんだろうね。いや、インまあでも、水っぽいんじゃないか。水っぽい、水っぽいか。そんな怪しくなってたっけ。なんかまあ、なんか水の悪魔だと思った。なんか液体がらみな。怪しい。液体はもうそれ以上言わない方がいい。液体がらみ。え？あ、いけません。サキュバスが出てくると出る液体？うん、やめて、やめて。もう知らないよ。俺子供だからわかんねえや。赤ちゃんじゃわかんないね。の次行きましょうか。はい。はいはい。はいはい、何か、あ、制服だ、制服。あ、制服ね、男子結構制服きついんだよね。ブレザーみたいなの作れますね。学ラン、なんか夢の中で。学ラン、あれ、学ランなのあれ。なんか結構学ラン風にまとまってたけどな、夢の中って、一昨日ぐらい。一応、ズボンの方にね、そう、あるんだけどね。一応ありますよ。おお、あれ色か、あ、色あったな、何色か。ブレザーとか。制服っぽい感じ。ピチピチなんだよ。そういうのでもいいし。そうそうそう。そう。アクランじゃないブレザーの制服。ありますよ。私服登校の高校みたいな感じですね。文化祭制服っていうか、じゃあ学生っぽい感じ。学生っぽい。学生っぽいみたいな。学生っぽい服。うん。学生、テーマ学生、学生、おお、あ、これだ、あったあった、かわいいね、ああ、かわいい、はいはいはい、そういう人いた、そういう人いた、ちょっと前のやつか、文化祭とかであったの、いたいた、ね、やむなしかもしれない。
バイク乗ってそう。陰キャ陰キャ。いやいや、これバーチャファイターなんでやめてもらっていいですか。バーチャファイター。これバーチャファイターなんで。作れないことはないですよ。うん、了解。じゃあそう、いろいろできそうですね。うん、学生系で、学生服、何曜日にしましょう。これいいな。フルカースト再開。なんか言いづらいわ、答えにくいわ。火曜日とかどうですか？週末で。ズボン隠されちゃってる。確かに、いじめられとるやん、ズボンない。はっきり言ったぞ、あの人。仕事始まりですよ。ズボンと、あとよく見たら靴もなんか隠されてんじゃないか、もう。かわいそう。便所サンダルの。便所サンダル。ないながらかわいそう言っとるっつって。上位だったんだろうな。絶対上位。文化祭で。でもムキムキなんだよね。うん。体鍛えてんだ。黙っちゃったじゃん。じゃあ、火曜学生服っぽいやつね。はい、じゃああと2つ、金曜と日曜どうしましょう。アニマル系欲しいです。そう、動物、僕もアニマル系いいね、かわいいと思う。まあ、尻尾も出たしね。アニマル系、タヌキとかもあるし、確かにかぶり物もあるし、増えたから、増えてきたもんね。タヌキかわいい。ガスマスク、動物だったら何でもいいってことですよね。そうそうそう、まあ、講義の解釈の方が面白いんじゃないですか。おー、じゃあアニマル系、動物園、何曜日にしましょう。了解。あ、動物園、好きな動物園。動物園、あ、いいですね。 BMC 動物園だ。日曜日っぽいかな。日曜日っぽいな。これが日曜日っぽい。動物園行こうみたいな。金曜日が幼稚園。やまりますから早かったな。あ、違う違う、嘘嘘嘘だよ、嘘だよ。嘘なの？金曜日幼稚園、嘘です。OK、じゃあ日曜日動物園。なんか、そのさっき言ってたチェックのやつみたいなのはいらないの？あ、そうだね、それもどうしましょう。気に入ってるみたいな話だったから、それを金曜日に持ってきて、なんか男性もなんかチェック系のなんかシャツとかチェック系っていうのもでもいいかもしれない。男性のチェックのシャツですか？あの、多分皆さんが思われてるようなものにはならない可能性がある。かわいい感じには。なんかそうだね、バンダナ巻いた方が早いかもしれない。そうですね。リュックで行くといいかも。わかったわかった、じゃあリュック背負ってバンダナ巻いていきます。オタクで、メガネオタクで。あー、なるほどなるほど。オタクでスティックあるしね。丸めたポスター。女性もオタク？いや、違うでしょ。でもそれもあるかもしれない。え、オタクで、オタクの女性難しい。どうしようか、金曜日そのチェックのワンピースじゃなくてももっといいのがあれば。ちなみにチェックのワンピースでどれ、ちょっとわかんないな。見せて。想像がつかない。最初にやった作った機械バッグが、銀ガムチェック、そう、銀ガムチェックの肩出てるやつかな。うん、ワンピースのやつか。そう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 、ミニスカートのやつ。そう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 です。腰になんか銃みたいなつけてるやつ。そうそう、一番最初に作ったオープンデーに作った服なんです。昔、ね、からありますよね。これだ、これ。はい、今月曜日休みなんで最近着てないけど。あ、そっか、そういうことなんだ。銀ガムチェック。まあでもなんかもっといいのがあれば。まあエッチな服でいいんじゃないかな。なんか雑にやらないでくださいよ。じゃあキャッツアイ。キャッツアイ。キャッツアイ。なんか私夢の中でキャッツアイ見ちゃって。身体的な。あ、あの水着の。見つめるキャッツアイ。はいはいはい。それかそのパンク。そのなんかパンクっぽい、あの狐にガスマスクみたいなやつの。ちょっと新しい服の。着替えバッグ1個もらってもいいですか？今あるの？あ、今あります。なぜか知らないけど、夢の中で強烈に覚えてるから1個作ってきました。はいはいはい。ありがとうございます。でもあれ良かったからな。うん。あ、でも新しい服を合わせた感じです。うん。でも男性がちょっとないので、そこら辺をどうしようかなって感じなんですが。まあ、でもパンクっぽい感じ？パンクでは、キャッツアイではないです。え、キャッツアイではない。丸々レオタンを違います、あの、こういうやつです。ガスマスクかかります。あ、かわいい、かわいい。ギャル、ギャル、ギャルだ。ギャルだ。ギャル、ギャル。ガスマスクはどうします、つけますか？ギャルか。ギャルマスク。ギャルマスク。ギャルマスクじゃない。適当に喋るな。考えて喋れ。ギャルマスクではないだろう。これが中華でしま
まあマスク、マスクある分には外せるから。つけといて、まあちょっと微妙かなと思ったら外したりとか。そうそう、じゃあセクシーすぎるかと。いやこの街にそんな。それらしい。あ、あげるよ、あげる。あ、ある。いや、ジェフリーが大量持ってると思うんで。はい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 。渡せますよ。確かに、着替えバックマンだ。OK、返した。いや、エッチすぎるとかないんで、この街に。本当ですか。何でもやれみたいな。夢の中の。やれるだけ。皆さん、そろそろ飯やばいと思うんで、食べた方がいいです。はい。やれるだけのことをやらないとね、やっぱり。うん。コスプレも全力でね。全力だよ。それ。確かに。なんかざっくりセクシーとかって、あ、それぞれキャップ今ね、危なかったな、なんかびっくりしました。下乳を出したらいけないらしいです。下乳出たらいけないの？下乳出すとちょっと T の人たちが難しい。あ、確かに赤と青でルールがね違うんで、なんか青相当厳しいんでしょ。どっちが厳しいんだろう。いやいやいや、青だって赤ってそもそもその、あの発言とかでは絶対ないんだけど、青は発言でもアウトが、確かに確かにありうるらしいよ。そのなんかそういうものを、そうそう、あの連想させるとかもあまり危ない。そう、結構危ないらしいよ。危ない。すごい。音楽関係は厳しいんでしょ。青は赤の方が厳しそうなイメージ。赤の方が厳しい気がする。赤結構すぐ行かれるね。自分もよく行かれてますね。そうなんだ。赤はね、金曜。じゃあどうしましょう。金曜セクシーでいいんじゃないですか。いやでも、でもセクシーはあった方がいいと思うな。セクシーすぎちゃうとざっくり。あ、じゃあ一応セクシーを作ってきて、一応ライン超えてるか超えてないかをみんなで確認なのに。そうですか。ラインチェック入るんだ。ラインをバンされるかみたいなこと。そうですね。一応攻めすぎなんじゃないかな。そこ攻めすぎないように。攻めすぎないように。本当にそれは怖いな。ダメなものはダメです。攻めすぎない。そう、ダメだって。セクシーはダメだって。男性乳首はどうなんですか。ダメですね、多分。でもよく脱いでるかな。いや、よく脱いでるけど、多分あんまりよくはないです。ずっと気持ちしちゃってた。本当はダメです。ガムテープで隠してるの見たことあります。そっちの方がなんかあれだけどな。え、まあ、Y は正直 AI だけなんでね。 AI 判定しかないから、対してない時もあれば、逆にね、なんだっけ、そんなことないだろうぐらいの肌色率でも、AI さんに見つかると、あのね、バンクらなくても広告がつかないのかな。ああ、そっかそっか。そうそう、広告主がいませんって言われる。じゃあまあ、出さないように。出さないように。首を出さないように。ショックだ。出さない程度にセクシー。出さないように。ショック受けてる人いた今。ちょっとずつも出してはいけません。じゃあセクシーでいいんですか。はい、金曜セクシー。花金ですしね、打ち上がれってことですよね。なるほどね。打ち上がれ。じゃあ、しましょう。セクシーめなものでいきましょう。めな。はい、はい。じゃあ、1週間決まりましたね。おー、早い。はい、すごい。よかったです。はい。それで、なんかまたね、様子を見て。はい。そうですね。はい、もう明日からですか。明日行くか。明日木曜日。明日は木曜なんで、メイドでしょ。だから、うん、そのままでも行けるは行けるか。確かに、そっか。もともとあるからね。さあ、飯食ってさ。明日からやっていきましょう。やっていきましょう。はい。はい。お願いします。了解です。お願いします。ワクワクです。お願いします。じゃあ、まあ、そんなもんですか。なんかありますか。はい。メカニックの、はい。あ、メカニックのこと。メカニック。のことはでもね、ないな、特に私からは。料金、多分どっちかというと結構まだその意識じゃないな、あの情報統一がされてないものがありそうで、はい、結構この間の会議の後でも、うん、あれっていくらですかとかが割とあったんで、うん、その辺、はい、なんか皆さんこの一月二月なりで働いて、はい、疑問に思ったことあったら聞いた方がいいかも。うん、はい、確認したいこと。ちょっと
私も半年ぶりに帰ってきて、いろいろ変わってることとかあって、多分、元から長く勤めてる方とかでも、なかなかやらない作業とかって、多分忘れちゃったりしてる人もいるかなと思うんですよ。はい、最近入った人とか、例えば、ドリフトタイヤとか、はい、まあ、それこそスペーサーキットとか、なかなかやらないやつ、ああいうのの、なんか、ちょっと勉強会みたいなのが、したいなって思います。なんかちゃんと意識のすり合わせっていうか、昔といろいろ変わってたりすることもあるので、安全マニュアル作った方がいい気もする、まあはいね、全員その時集められなくても、なんか後で見返せるような資料を作って、こう、はいはいはい、誰かがいないとこれ分かんないみたいなことがなくなるような、なんか最低限の知識の、うん、なんか最低ラインを一緒にしたい、最高ラインを一緒にするのは難しいけど、最低知ってるラインをとりあえず横並びにしたいなって思うんですが、どうですか？それは手順の話ですか？手順、いや、それもそうです。内容の話ですか？大佐が言ってた、そういうことも含めてだし、作業内容とかにもついてもそういう感じです。うん、はい、手順とかも合わせて。うんうん、まあ、多分最低ラインが手順だと思うんですよ。そのまあ工程のね、最初に 何をして、まあジャッキ入れてどうしてこうしてみたいなやつなのか、まあそれプラス、じゃあそれをすると具体的にどう効果が変わる、そうですね、うん、そういうこととかの知識、そこまでいく、はいはいはい、じゃないとこう答えられ、こう聞かれた時にこう、あ、ちょっと私わかんないですってなると、こうわたわたしちゃうし、うんうん、サービス的にもそういうことちゃんとみんながある程度の知識持ってた方がいいのかなとも思って、はい、なんかそういうメカニックに必要なものをまとめてる情報、うん、情報テキストみたいなのがあればいいってことですよね。そうですね、そういうのまとめれればいいかなと思っています。確かに客層も変わってきますからね、それで、はい、あと哲夫さんとかレースに詳しい方もいるので、なんかタイヤとかレースに向いてるタイヤって何ですかって聞かれた時とかにパッて答えられるように、なんかまあ最低限の知識みたいなのをこう持てたらすごく助かるなと。鉄王が走ってて良かったと思うものとかを、はいはい、知りたいですね。確かに結構ね、車車種との相性があるからね。はいはい、そうなんだ、ある。もうやっぱりだから、まあ、資料でも作るとしたら、でも多分最初めちゃくちゃ大変ですよね。そうでしょうね。そこはね、うん、負担がちょっと心配ではありますね。やっていくしかないのか。分かる人の負担がちょっとでかくはなっちゃう。そうですね、うん、うんうんうん、質問してもいいですか？はい、アップグレードのパーツを取り外した時なんですけど、お客様にこうお渡ししちゃいけないパーツっていうのはありますか？アーマーはダメです。アーマーはアーマーそもそも外せない。アーマー外したらダメ、うんうん、それ以外はお客さんに返しちゃ、差し上げちゃっても大丈夫なんですか？ハーネスもダメです。ハーネスもダメです。ちょっと待ってくださいね。ハーネスはその要はつける条件がついてるから、そうレーサーライセンスがないと価格が変わるっていう条件があるから、持ち外して誰かにあげて他の人が自分の持ってきたんでつけてくれだとちょっと、まあ要は犯罪者に格安で手に入っちゃう流れができちゃうからダメなのかな。そうですね。あとどこのタイの車かによっても値段だいぶ変わってきちゃうから、工賃だと今10万円で基本的にはやってるから、そうなってくるとだいぶ価格破壊を。っていうことだよね。はい、はい、エンジン、ブレーキ、トランスミッション、サスペンション、タボチャ、OK です。この5個。はい。はい。あ、社長、はい、返すのはいいけど買い取りはなしっていうことになったんでしたっけ？そうです、買い取りはもうなしね、はい、わかりました、はい、うちは買い取りません、はい、うん、はいはいはい、はい、で一律10万は取り外し代ね、OK、そうです、コーチに10万、一箇所10万だよね。そうです、そうです、うん、OK、うん、はい、
一応じゃあちょっと待ってね、うん、あとアーマーって乗せ替えが禁止ってだけで、うん、もう本当にもうそもそも取り外すのがダメなんですか？取りたいって取り外しがダメって聞いたけど、そうアップグレードの価格表に出てます、うん、取り外し禁止です。乗せたらちょっともう外せないんですよね、うん、これそうですそうです、うん、もうそもそも外すことが絶対できない、うん、了解です。じゃあ、あれもちょっと、すり合わせたいんですけど、はい、うん、ヘリのと、はいはいはい、ヘリのアップグレードですか？あ、そうですそうです。あれ、全禁止でしょ、うん、全禁止です、はい、あれだったら、ちょっとスプシとかに書いててくれてる方が、うん、基本的にあれね、でもね、結構難しくてね、うん、先言ったことで車両協会批判じゃないからね、批判じゃないんだけど、はい、コロコロ変わるんだよ。変わりますね。そう、店ルールじゃなくてその町ルールに関しては本当にコロコロ変わるから、まあその度に全部のスプシ直してるのがちょっと分かんないんだけど、なっちゃうからと、スプシだけの管理はちょっと難しい気がする。うん、なんか今回町のルールで決まったやつだから、うん、その基本的には外した時の工賃もいらないし、はい、そのままアーマーであれば基本的にはアーマーはお客様に渡さないけど、そのアーマーに関してはお客様にこう返すって言ってたじゃないですか。アーマーか、うん、うん、前になんか確認取った時にこの、うん、お金を払ってつけてるから、あれ車両協会の言ってるのはどういうことだっけ。だからそこら辺は特にないんだよね、確かね、うんうん、なんか確か、うん、中止になったんで外しといてっていうやつだけだってね、うん、あとそのそのヘリのナンバーと、うん、なんかスクショを取っといてくれみたいな。そうなんですけど、なんか持ち主とね、まあでもギャング、うん、まあ、それをこの間車両協会でギャングのボスとかに、うん、と話したんですけど、うん、やっぱギャングはその車両協会の言うことを聞かないじゃないですか、法律じゃないから、うん、つけたから取りたくねえよっていうことだったので、うん、今一回情報差が持ち帰って、うん、話し合ってるところなので、うん、そうなんですよ、うん、なんか今後その、うん、航空機にアップグレードはもう禁止でお願いしますという感じです。これからは禁止、はい、全然禁止で。じゃあ今してるものはとりあえず一旦保留なんだ。そうですね、もう我々に力はないので、お客さんから外してほしいですって言われた場合はどういう対応じゃしたらいいですか、はい、無料で取ってパーツが必要なら返してあげてください。それはアーマーでも変わらずお客様に返して大丈夫。そうですね、まあ、はい、特別というか取り外しは、じゃあそのアーマーを買ってきたら、はい、10万円で別の何かにつけてあげることをしても良い、はい、そうですね、はい、はいはいはい、という感じで今そのそうですね、絶対取らない、うん、視聴補佐が持ち帰ってるところです。またアナウンスがあると思います。なるほど、はい、今ここで明確な答えは出せないってことですね。うん、そうですよね。だから我々からアップグレードしたいですって言われたらダメなんですよ、できないんですよっていう感じね。わかりました。はい、わざわざついてるか確認してこれ外せようとまではもうやらなくていいってことですよね。もう申告があればぐらいで、ギャングは嫌だっていうのでうーん、はい、という感じでお願いします。はい、はい、分かりました。そうかい、あ、昨日、一昨日かな、ニトロのカラビンを求められてるお客さんが来て、はい、なんでやっぱ瓶が欲しい、カラビンが欲しい、そうで今 10万円で1本やってるじゃないですか、ついてちゃんと入ってるやつ、はい、カラビンは値段記載してなかったと思うので、はい、この間言った5万円でみんなすり合わせして大丈夫ですか、金額カラビン、はい、大丈夫です。カラビン、カラビン頼まれた時は5万円、カラビンは5万円、はい、お願いします。了解です、うん、了
ネットテープあたりに入ってくれてると嬉しいですね。うんうん、そうだね。ごま。はい。今資料っていう区分を作りまして、はい、一応貼って、はい、これはあまりこれだけでやらないでほしいんですが、はい、まあ、ざっくり言うとタイヤの資料。なんですが、はい、英語です。アクセス権が必要ですって出ちゃいました。お、リクエストを送りました。どうやって？これあの、うん、あれですね。Google ドキュメント、あの設定のところで、あ、そうそう、なんか閲覧できるように。あ、そうそうそう、設定ってなんだ。なんか、設定ってなんだ。URL を知るものを見れるように。この URL を知ってる人は限定公開みたいな。それはどこにあるんだ。大佐いいっすか。あの右上に共有ってあるじゃないですか。うん、右上にあるだ。あ、これのこれか。それの URL。一般的なアクセスを。あ、分かった。知ってる全員に変えたら大丈夫です。うんうん、ありがとう、キャッピー。これでどう？これで見れた？開きます。あ、とんでもねえ、見ました。あ、すごい。あ、ありがとう。おー、みんな出てきました。いいよ、なんだこれ。なんだ、やばだ、やば。ほんと英語だ。自動翻訳のやつ。これはすごいな。すげえよ。全英語な。全英語。これは、これがタイヤのあれが書いてるんですか？これはタイヤの。バンドだ。摩擦率とか。本当だ。本当だ。なんだけど、まあ英語なんで、英語が読めるかどうかっていうよりは、その英語のニュアンスがつかめるかどうかの方がでかくて、これ。それでちょっと分かりにくいんだよね。え、これってこの町のやつなんですか？この町の資料みたいな。この町の資料じゃないです。だからこれだけでやるのはあんま良くない。なるほど。まあ、あくまでこれを参考にして自分で確認はしてほしい。あ、はい。これは、翻訳にかけよう。なるほどですね。すごいですね。あ、でもこれあれなんだ。うん。一応ちゃんとあれなんですね。あのこの町のあタイヤことに興味を持った人が作ってくれた。あ、そう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 。うんうんうん。これすげえな。すごいこれ。グラフもあれ。アンチロール、うん、トラクションとか書いてある。すごいこれ。すごいでしょ。がっつり資料でしょ。がっつり資料なんですよ。だからまあこれでもこれだけ見ても多分っていうか、まあ自分がやった感じ、やっぱりそのベースが分かんないと、なんかこれは例えばな、これはアンチロールって書いてますだけだともう何のことか分かんないから、分かんないです。それがどういう効果を及ぼしてるかとか、あとその車にも相性があるから、だからね、本当はね、もっと細かい、今度車用の資料も見なきゃいけないんだよね。車の、まあ、極論でやるとね、完璧にやろうするとね、車が全部ね前後バランスが違うから、はい、もう、キリないんですよ、正直。そう、本当車の。だから、そこまでは、まあ、正直、全てを把握するっていうのは、無理です。やりたかったら、まあ、9055がやってもらうしかないかなと思うしから。だから、まあ、大雑把に、このタイヤは、あ、滑りやすいんだ、滑りにくいんだとか。大体、そういったのが分かるだけでも、だいぶ違うと思います。そうそう。まあ、でもさっきの、その勉強会、
難しい気はしますね。ちょっと人数も多いし、でその手順のそのやり方を作るとしても、誰がそのスプシーなりなんなりに作って、それは私がもうあの手順みたいな、まあ、今後もし新しい方が入る人に向けても、はい、こう分かんない時に見返したりできるかなとも思うので、まあ、やるとしたら私がしようかなと思ってた。分かりました。なるほど。ただ、はい、分かんない、ちょっとここら辺は確かにそのみんなが難しいって思うんだったらちょっと自分だけでやってみます。はい、了解。なんかそのやっぱり集まることが難しいので、難しいっていうのはだから、まあだから、だから全員っていうか方に共有、こうどうしてもちょっと自信がないよっていう人たちで集まってやれればいいかなぐらいな感じで考えてます。あ、なるほど。そうですね。まああとはそういう興味とかモチベが高い人でやって、まあ、分かったことを端的にまとめる六法なりに書いて、まあね、よく言われてるそのデューンバッシャーっていうタイヤがこういう効果があるみたいだからいいと思いますぐらいで書くとか、そうね、どこかでなんか知った情報を共有してもらえたらありがたいです。あ、確かになんかよく聞かれるものとか、ね、自分がメモしたものとかをなんか投げておける場所みたいなのあったら助かるかもしれないです。確かに。あ、相談場所みたいな。豆知識みたいな。そう、豆知識みんなのみたいな共有場所みたいな。おお、じゃあ。まあ、そう、なんか雪が降った時とかこのタイヤがいいぞみたいな情報共有とか。行ける場所は欲しいですね。テキストチャンネルに作っときましょうか。ありがとうございます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 。はい、あれ歪んでずっと寝ちゃうわ。せーの、なんて作りましょう。とりあえずなんか仮で作っといて、後でまた考える。共有とか。助かるでしょ。共有場所テキスト、はい、使用チャー作っときました。ありがとうございます。主にそのはい、共有しておいて、おいた方がいいこのタイヤの滑りにくいタイヤ、っていうのがよく聞かれる。あとはなんかよくある要望とか、よくある要望、 お客さん側からこういう要望がよくあったなとか、スペーサーの角度がこの角度で、あ、警察車両は、そうスペーサー何ミリがいいかとか、自分が対応してこれみんな知っといた方がいいんじゃないやかなって思うと投げたらいいですか、いいと思います。滑りにくいタイヤ、デューンバッシャー。あ、ありがとう鉄王。ギドゥシックス。ありがとうございます。ああ、なんかこういうのを知りたかったかも。マッスルカードの。マッスルカードの人最悪なんだ。ねえ、そうなんだ。知らねえ。知らねえ。この名前だけじゃなくて、この大まかな、このジャンル。あの、場所まで書いてくれてるの。ジャンルありがたい。ありがたい。ありがたいです。なんかこう、簡単にこう、ブレーキ、なんかよく操作性がいい、なんかその、なんだろう、あんまり滑らないタイヤが欲しいとか言われても、やっぱり自分の知識に自信なくて、やっぱよく知ってる哲夫くんとか、大佐とかに聞いた方がいいなと思って、いつもなんかそっちに投げちゃったんですけど、なんか自分がね、適当なこと言うよりはっていう、こういうのがあると、ひとまず自信で、言えるからいいかも。
まあ、ただ本当にその走りを追求した質問をしてくる客ってでも本当に一握りだけどね。まあそこまでいくと自分で調べてますしね。結構知ってる人も多いから、まあまあだからそこまで気にしなくていいと思う。ざっくり聞かれるものにざっくり答えられればいいと思うから、もう追求すると車なんかもうカスタムしない方がいいから、見た目あれ一箇所するたびに重くなっていくから、エンジンサップだけしてエンジン上げないとかのがいい時ありますからね。なんかバランスなんですね。バランスですね。だからいろいろやった上でじゃあボンネットこっちの方がかっこいいなって変えた瞬間重くなって前後バランスも変わっちゃうから走り心地全然悪くなったり、スピード出なくなったり、なんかエンジンも4にすればいいだけじゃなくて、そう4にすると重くなるんでね、そうそう、なんかタイヤが空転しちゃうからちょっと下げた方が良かったみたいな話も聞きますね。電動のバリオとかの話になりますからね。エンジンにしてもなんかね、その本当単純に高いものっていうだけじゃなくて、なんかハンさんが言ってたのを聞いたんですけど、あの石スポーツもなんだっけ L8 4.0 と 4.3 と 5.4 あるけど、ハンさんは何がおすすめかっていうとその一番下の 4.0、で、まあ、大事なのは最高速、アカリッチがいいのは 4.0 だから、で加速はニトロでどうにかなるからっていうこと言ってて、まあ、そういうのも全然ねこう言われて、ああ自分じゃなかなかちょっと試せない部分とかもあって、なるほどって思ったりとか、まあ、これもちょっと置いておきますね、聞いたやつを。ただあと知りたいんですけど、あのエンジンスワップ今しない方がいい車種が知りたいです。さすがにでもそれ無限大じゃない？そう、いっぱいあるじゃない。それもなんかあの数値見てマイナスになるんだったらとりあえずしないぐらいの、なんかデベステとかはしない方がいいって聞きました。しない方がいい。聞いた。あ、デベステはしても、まあ、マイナスがつくから。あと、イタリー RSX だっけ、あの辺もそうだね。イタリ系と、あとイグナスとか。まあでも、それは、資料か。正直、高級車ディーラーも、どれがそうなるかまで把握できてなくて。全部完璧に分かっているわけじゃないので、もうエンジンスワップ、あそこ持ってってパソコン見て確認して追記していくっていう感じですね。それなんですけど、そのエンジンスワップでその数値を見たときにこれは絶対しない方がいいっていうのがちょっと分かりづらくて、まあ、絶対しない方がいいは重量以外にマイナスがつくもの、例えば以外にマイナスがつくもの、この間見たときにその V12 の6点で言おうとしたら、重さがプラス140の、パワーが0のスピード17だったかな、プラス、プラスですね、パワーが一切上がんなくて重くなってるからってことだよね多分。これが難しくてですね、難しいね。いや、これがですね、重くなって走りやすくなるかケースがあるから、なんかそれも聞きますもんね。車にだからマイナスにならないなら、重量はプラスになるものとマイナスになるものがあるんですよ、その車にとって。それはやってみないと分からない。あと好みとかもあるんですよ、好みによる。そう、あと使う目的とか、そうそうそう、ドライバーさんが結構しっかりカーブ曲がりたいのか、ドリフトしながら曲がりたいのかとか、さっき哲夫が言ってたの、加速はニトロでいい派の人と、ニトロはその違う場所で使う人もいるから、あ確かに人もいる。だからニトロ使っちゃうとお尻浮きすぎて困るから、重量がもうちょっと欲しいっていう、まあ、飛ぶやつあるね。そうね、大佐なんか前になんかめっちゃ走り運にならない車、もう飛びまくるやつあるからね、できてましたもんね。だからその結局数値をそのまま丸ごと読み上げてどうしますかみたいな、お客さんに一旦そこはもう数値を聞かせて委ねるしかない。なるほどですね。ちなみに重くなるとどんな感じになるんですか、車って。浮きにくくなります。浮きにくい、要は重心が下がる、重心が下がる、運転しやすくなる、
るにはなる。まあ張り付きやすくなるっていうのが地面に、ちょっとしたボコボコした道とかを走った時に跳ねない。あるいは車はポンポン跳ねて、跳ねます。慣れてない人は滑ってなんかくるくるくるってなるとかあるんだけど、重い車になると割となんか張り付いてる感覚になって、まあスイスイ滑りやすい。そこまでハンドリングに自信がない人でも。デメリットはやっぱスピード出にくいとかですか？加速がじゃあ下がりますよね。若干ね。若干。最高速は落ちるのかな。どっちかというと重さは。最高速の到達までが遅くなる。ああ、うん。のはあると思うけど。あります。なんか石とかみんな走りやすいって言って、うちも走りやすいとは思うんですけど、コロコロすぐ転がっちゃって自分の運転には合わないなとか、転がってなんかひっくり返っちゃったり、ニトロをずっと転がっちゃったりとか、なんかだから乗ってみたり、あと人のその運転の好みとかにもよるから、その助言するのはなかなか難しいところが、自分が乗ってみてこうだったよみたいな話とかをするしかないかもしれないなと思いました。好みがありますね。ギャングでもカレンちゃんは運転がちょっと苦手だから重い方がいいで重いエンジン積んだりとか、で上手い人は重すぎないエンジン積んでとか。だから最低限そういうの知りたいんだったら、この車種だったらこうじゃなくて、重くしたらどうなるかとか、そういうことじゃないですか。スピード上げたらどうなるかっていう大まかな内容じゃないですか。それかそのさっきのデベステのあのエンジンサップしない方がいいみたいな感じで、結構みんなが持ってる有名な車だけなんかある程度情報さえ共有できれば、なるほど、ある程度は対応できそう。それ以上マニアックな感じになってしまうということですよね。そしたらもう自分で研究してのレベルになってくるような気はしますけど、サンライズとか有名な車だけ共有してみたいな。なるほどなるほど、ね、ちょっと一回じゃあ高級車の資料見つつ、ちょっとよくある車でしない方がいいもの、分かっているものをちょっとリストアップしておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、なるほど、勉強になる。勉強になるですね。他じゃあ今のうちになんかこう分かんないこととかありますか？ニトロ缶の値段ってスプシに書いたらダメですか？ニトロ缶の値段、売る欲しいってなった時に、自分のスプシは自分で好きに書き換えても大丈夫。はい、うん、けど書いてる。あの社長が予期変更になって一新したら一緒に消えちゃうから、あ、いいんだ。消えたくないやつはメモ残しとかないといけない。結構ね、スプシカスタムするといいよ。そうですね。カスタムしていいんですね。いいですよ。それ用の専用のタブなので。書き込んでください。俺のさ、俺のカスタムプスカってやつ見てもらっていい？結構みんな書いてますよね。なんかあの、すげえ。作るやつとか、いちいち見に行くのそうそう。もうこういう風にしちゃったりとかね。はい。すごいな。これあのなん Windows Shift S で、Windows Shift S でそこだけ切り取ってコピーしてここにペーストするともう貼れちゃうから、結構気軽にできるから。指がつりそう。これ変えてよかったんですね。はい、もうどんどん書き込んでってください。自分専用のページとして。はい。自分しか使わないので名前ある人。はい、でもこう値段変更とかそういうのがあったらスプシ一新するので、消えても、まあ、消えて困るようなものはちょっと別にって感じでね、別でまたメモ取ってもらってっていう感じになります。はいはい、で、あとそうだな、話さなきゃいけなかったことは体験についてなんですけど、まあ、今後3月はちょっとバタバタしてて、体験をプラコちゃん以降体験入れてなかったんですけど、また入れていく予定なんですが、体験の人教えることはもう修理とアップグレードのみにしようと思ってます。
はい、はい、体験期間も3日間じゃなくて1日か2日とかでしようと思ってます、うん、はい、どう思います、はい、1日はやっぱ短いんですか。あ、いいっすか。採用についてちょっと前も1回社長に言ったことあるんですけど、はい、ちょっと意見があって、はい、はい、どうぞ、まあ、ダメだったら全然跳ねのけてくれていいんですけど、はい、あのそもそも1日っていうのは賛成です。1日2日3日って結構人によってはこう、うん、日によっては人いない時もあるんで、はい、なんかそれをそれでね向こう来てその時間帯であんまりできなかったってパターンがかわいそうなんで、はい、1日とかにしてあげた方がいいかなって。体験の日数はで、あとそもそも体験受けるにも、うん、これ警察でもあの結構大っぴろみに言ってることなんで言っていいと思うんですけど、はい、書類審査があるんですよ。はい、BMC も書類審査入れた方がいいかなって思ってて、それなぜかっていうとあの普通のメカニックよりも募集が多いんですよ、人気なんで、はい、BMC、うん、結構なんで、うん、書類審査入れた方がいいと思ってて、うん、うん、体験をどうですかね、それって書類で例えばもしかしたら、うん、そのプロに行く可能性があるとかいうのもあるんで、この人によってはそういうのを事前調査でどういう人なのかなっていうのをみんなで意見を求めてやるのってどうですかね。あれだったら別に、うん、まあ、これあくまで意見なんで、うん、そうですね、うん、まああれあれだよね、書類ってそのどのぐらい出社するとか、そう、他に仕事をしてるかとか、まあ基本的なことを聞いてって感じだよね。まあ例えばなんか受ける行きたいって言って結局他のメカニックに体験行っちゃった子もいるんで、うん、本当にその要はなんだろう、中制度って言い方あれですけど、その BMC にそんなに行きたいのかっていう期待値があるのかっていう、うん、うん、まあ体験をそのまま取るっていうのも今後の社長の方針によると思うんですけど、はい、体験来るってことは結構それなりに BMC が好きで来てくれてると思うんで、うん、うん、なんかそれをちゃんと書類で見た方がいいのかなって思って、書類制もし導入したら、はい、楽になりますよって、まあ、あくまで楽になるってだけなんで、うん、見てあげるってのもすごいいいと思う。まあ、あとあれですね、その一点はその西野が全部やってるから、はい、西野いない時に申し込みに来て、はい、それをまあ例えばじゃあ自分が受けるとするじゃないですか、あ、じゃあ伝えときますねってなって、はい、自分がその後あんまり起きてこなくて西野と会わなかったら、その人全然うん、伝わらないまま無駄に日数が過ぎて、でも本人は伝えたつもりでいるから、はい、めっちゃ BMC ってまたす店だなって思ったりしちゃうから、はいはいはい、まあ、書類の方がまあなんていうの、このオフの段階でも一応こういう人が来たってことは伝わるから、うん、確かに、うん、そうですね、うん、結構言われちゃったりもするんで、なんか社長、うん、社長いつですかって言って、そうね、前どなたか何回か来てもらっちゃったことはあったんで、自分で伝えたいんでって言われて、はい、なるほど、伝えましょうかって言ったら、いやでもなんかそういう気持ちをちゃんと伝えたいんでまた来ますって言われて、うん、結局その人違うメカニック行っちゃったっていうパターンもあるんで、はい、そうなんですよ、機械損失にもなっちゃうんで、書類だったら結構その要は衛生外でもスパッとどういう人かっていうの見れるんで、うん、まあでも逆に言うとこれってシステム化しちゃってその一人一人見るのが薄くなっちゃう可能性もあるんで、うん、一長一短なんでそこはお任せで、うん、そうですね、この意見として、はい、まあその体験の人を教えるっていうのも結構みんなの、あの負担じゃないですけど、うん、大変だと思うんですよ、教えるっていうのも、うん、なのでまあでもさっき言ってたそのやる分を絞るなら大丈夫じゃない、あーそうですね、うん、カスタムがやっぱり多分大変だと思うんだよね、うんうん、混乱させそうな、はいはいはい、やる分も絞りますし、そうそう、日数もちょっと短くして、うん、で、まあ、書類そうですね、体験希望者はじゃあみんなに共有して、うんうん、どうですかと、うん、っていうのは聞くことをやっていきましょうか、六方の方で、うん、はい、そうですね、それ結構なんかいいかなと思って、その要は知らない面もあると思うんで、その人を、そうですね、私一人じゃ、うん、この人がどんな人かまではちょっと分かんなかったりはします、うんうんうん、もしかしたらとんでもない
暴言中のやつもいるかもしれないじゃないですか。西野の前だけめちゃめちゃこう言ってくる人もいるかもしれない。社長はすごいですよって言っといて、はいはい、おい赤ちゃんキャップ、うん、どけっつってキャップの体験の時じゃんそれ。そうだよね。キャップの体験の時だよ。思いましたけど。やめよっかな。そうだよ。そうだよ。出所怖い。すごいことあったら帰ってきな。帰ってきなってもう帰ってこないみたいな。いやでもじゃあそうしていきます。もう体は良さそう。まあまあ、あくまで意見なんで、それは、するかは、ノン社長次第なんで。うん、はい。回すのは、そう、回していきますが、みんなにちょっと一回、確認というか、そういうのをちょっとやっていきます。で、体験入れて、1日短いですかね。どうします ?2 日カスタムしないんだったら、確かにね。1日でも、1日で良さそうですか。いいと思うけどな。1日で修理とアップグレードのみで。うん、はい。その、西野的には前聞いた話のままの方針だった場合、あれだよね。はい。その、絶対入りたい人を体験させてんじゃないんだよね。はい、違います。この街でいろんなことをしてみたい人にも体験の機会をあげたいっていう。はい、そうです、ね、なんか絶対 BMC で働きたいとかじゃなくて、うん、もう軽い気持ちでいいんですよ。あと、うんうん、BMC の従業員も新しい友達のつながりというかそれを持ってほしいのもありますし、うん、だったら1日でいいと思うな。3日は逆にそのぐらいの気持ちで来た人にとって義務になっちゃうから。はい、あ、うん、確かに、うん、まあね、もしそれで2日目からなんか別なことしたいけど行かなかったら、うん、なんというか衛生も荒れるだろうし。なるほど、確かに、うんうんうん、行った方がいいって絶対言われるから。で、今まで体験に来た子もなんか早い時間から遅い時間までずっと引っかかりフルデーとかそうなんですよ、いますもんね。うーん、1日に雇用の雇用に関しても西野がこうカバーできないときに、まあ、副社長ルルちゃんと私とかが早く入れるときあれば、うん、はい、その代わりに雇用するみたいな感じでカバーもできると思うし、うん、あれルルちゃん早番ね、はい、あのよくやってるから、まあ、早い時間がいいかな、まあ、カバーは、うんうん、私って雇用権限あったんですか。でもありますよ。私たちと同じ。同じです。あ、そうか、そうか。あるある。じゃあ、そうですね。体験、1日で、やって、まあ、でもどうします？週に、その、何人、1人、2人。でも、1日でやるんだったら、なんか、普通に、祝いの時とか、体験、2、3人とかいなかったっけ？いなかったっけ？店舗が狭いからな、そんなにいてもってなるかもしれないけど。体験に来る人、日が決まったら、その起きてくる時間も今まで通りちょっと事前に早めに共有をして、うん、はい、体験予定っていう、うん、なんかチャンネルがあるので、1日しか体験日がないからこそ絶対に教える人が何人かは起きてこないといけないとは思うので、うん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 、そうですね、1日だけなんで西野は起きてきますよ、うんうん、もうその日必ず、うん、その子がせっかく1日しかないんだったらもうフルで行きたいですってなったら、まあ、最悪なんかその、うん、その人がこう来たいっていう日があったら何人来れますかって六方で呼びかけて、うんうん、もね、あ、そうだね、別に一日だけじゃなくて1週間でこの日この日この日は来れますってその人から聞いて、一番人が集まる日に来てもらったら多分あの一人が見なくてもシフトチェンジしてどん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 箱を送って帰って見れるんじゃないかな。決定日じゃなくて希望日を聞いてもらって、そうそうそう、その中から従業員ですり合わせて、そう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 、決定日の声を投げるみたいな感じ、うんうん、決定日聞いちゃうとその日しか来れない人とかになっちゃうから、うんうん、社長もだって用事あると思うからそんなその日だけ来るのきついんじゃない、うんうん、まあ、そう
でもそのみんなの予定をこう提出してもらってって合わせてってやる手順が増えていく。違う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 。あの体験する人の候補日をまず、うん、体験する人から例えば、うん、4月のね今ね今日4日でしょ、うん、体験する人にじゃああなたは4月8日から12日だったらどの日からどの日来れますかって聞くんですよ。うん、例えばじゃあその人じゃあ例えば鉄を体験すると鉄を体験するってなったら8、9、10、11鉄を体験できるって来るじゃないですか、うん、でこの人は8、9、11、10、11のどれか何だろう8、9、10、11だったら体験来れるらしいですっていう風に六方で呼びかけて、うん、みんなにスタンプ押してもらうんですよ。この日来れる人いますかっつって、うん、スタンプ押してもらった日の一番多い日に来てもらうんですよ。そしたら従業員が必然的に多くなるじゃないですか。みんなの予定を聞くんじゃなくて、一人の予定聞いて、それに対してこの日来れますってみんながスタンプ押せばいい、うん、スタンプ押せばいいだけなんですよ。了解了解。じゃあちょっと、それ楽です。そうですね、そうします。ちょっと先の予定で、組んでもらって、で、六方に書いて、それで取りますね。うん、はい。了解でしょう。そうします。うん、ちょっとマシャカになってるんで黙ります。すいません。いや、めちゃめちゃいいです。そうしましょう。出ないでください。はい。じゃあ、まあ、体験入れても週に1人か多くて2人、まあ、1人ぐらいかなーって感じでやっていきますね。同時はない方がいいかな、はい、1人の方がちょっと同時だとなんかすごいやりたいっていう人が2人かぶってきちゃった場合かわいそうかな、なんか自分はあんま見てもらえないんだって思っちゃうとね。うん、日によってお客さんの量も全然違うし、ね、うん、違うから。そうなんですよね、うん、ここばっかりはこっちでコントロールできないからね、お客さんは。そうですね、今後はもう1日なのでそれはそればっかりはってあれ感じですけども、はい、じゃあそういう感じでやっていきます。はい、はい、じゃあ、はい、なんだっけ、体験希望者かの共有、じゃあもしあの、うん、西野がいないときに今誰かから体験したいんですけどって聞かれたら、その聞かれた人が一応その何日来れそうかとか聞いといて共有するって感じでいいですか。まあまず書類じゃない、書類その前に名前を聞いて書類送ってもらって、うん、その書類にもう、いやまずは書類審査しよう。名前、まずは六方とかで誰でも見れるようにして書類を、僕らが見れるようにした方がいい、ね、はい、他の人見れたらこの人こいつ BMC 受けるんだって知られたくない人もいると思うから。あ、そうですね、そうですね、うん、で、まずは書類見て、その後予定日を、予定日を聞いちゃうと要はその人って先に開けちゃってるかもしれないから、自分がその受けれると思って、書類で審査で落とすか落とさないか決めて、そこで書類 OK ってなったら予定日聞きましょう。うんうん、あ、すいません、喋っちゃった。ね、ありがとうございます。体験めっちゃ人募集する、募集来てるから、ちょっと一旦書類送ってもらってみたいな感じ、濁す感じで言って。そう、従業員誰でも、体験希望者が来たら、その書類を渡せるように、その資料は一応共有した場所に置いといて、それをあれですよね、その六方で本人に。ペッて送って、送っちゃえばいい。わかりました。じゃあ今、今来ている、まあ、西野売上のとこにメモしてるんですけど、体験希望者、これも六方の方に同じように書いて、書類にかけます。はい、はい、わかりました。ちょっと具体的なフローをテキストで、具体的なフローをテキストで書いて六方に投げておきますね。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。体験はそんな感じで。はい。体験の採用ももう書類と一日の体験でもなんとか社長が決めるみたいな。ん？体験から採用する人。それは多分まだ別の話だと思うから、体験した人をどうするかってことだよね。そうです、そうです。うん、今までは3日あったから、その、結構時間も猶予もあって判断する判断あれもあったと思うんですけど、うん、1日だと結構それが難しそうだなっていうのが一つ喋ってて、うん、まあ、うん、そうですね、まあ1日で見て街での過ごし方もまあ見てじゃないけどで決めます。まあ体験終わって一旦はまあ解散して、そうですね、で後日でその本人にもう一回そのテキストを送って入りたいかどうか向こうの意思もあるからね。そうなんですよ、うん、確かに、うんうんうん、
結構その体験ができればもういいっていう人もいるから、うん、熱量の差もあるし、うんうんうん、こういう感じで分かった逆に体験してみてやりたくなくなる人もいると思うしね、あ、なんかこんなちょっとめんどくさいんですねって思っちゃう人もいると思うから、逆に、うん、だから向こうのを聞いた上でじゃあこっちも考えますみたいなターンに入るのかなと思うから、まあ、時間は体験自体は1日でもその人はどういう人間か考える見る時間は取れなくはなさそう、うんうんうん、もしなんか欲しい人がいて、でもその人がこう、うん、BMC に本当に合うかなって不安なんだったら特別その採用を考えてる人に関してはもう一日体験に来てもらうとかでも、まあ、あとは救急みたいに面接をやるかですね。あ、そう、ご自身。ああ、なるほど。救急隊は面接をしてるんですね。救急隊は体験日と面接日があります。体験してからですか？体験が終わって後日また六方でやり取りして、面接をしたい日、大体いつですかっていうやり取りをして、で、上級職員とプラス通常職員、うん、3名以上いるとき、4名以上いるときみたいな条件で、だいぶ熱量求められる。そうで、何時にお願いしますって約束をしていくって結構ね、うん、結構あれですね、結構手順多い、会社みたいな、何時そう何時面接、そう結構ちゃんとして、やっぱり公務員は、なるほど、うん、そうなのですか。今は面接なくなりました。あ、なくなったんですか。そうなの、あの入れ方変えたんだよね。そう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 、もうちょっと入れましょうみたいな。なるほど、まあそういう時もあるのかな。なんかでも、なんかうちの時とかはだったんですけど、自分ですごいどうしても BMC に入りたいなと思ったら後日社長のところに自分から言いに来る人もいるでしょうし、うん、なんか全員にその入りたいか入りたくないかみたいの聞くの大変だと思うんで、社長がいいなと思った人とかこれまで通りもう一回声かけに行ったり、あとは自分から来てくださった人にその面接みたいな形にしていくのでもいいのかなと思いました。あとは社長が欲しいなと思った人に、うんうん、なんだろうな、声かける前に、うん、一言この子に声かけようと思ってますみたいなを従業員に共有するのはいいんじゃないかなと思います。なるほど、うん、別にその嫌ですっていう人はいないとは思うんですけど、うんうん、なんか確かに心構えができるよね。そう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 、確かに今まで突然そうですね、おってなって入ったんだみたいな、うんうん、わかりました。ちょっとワンクッション挟んだり、はい、あ、それこそリリちゃんにちょっとなんか相談したりとかもあると思います。はい、はい、おー、オッケーです。そうします。はい、はい、はい、お願いします。なるべく分担して西野だけに負担がかからないように、うんうんうん、バックアップしていきます。あー、ありがとうございます。身体性です。じゃあまあそんな感じですかね、体験は。こうした方がいいよとかありますか？はい、あ、はい、一つだけ。はい。あのカスタムを結構積極的にされて、あのカスタムの受付なんだっけ、オリジナルのカスタムを受けてつけてる方も多いと思うんですけど、あのこの人どういうカスタムするんだろう、 お願いしてみたいなっていうのが分かりやすいようにテレビのモニターになんか最高傑作じゃないけど自分のこう最高にいいじゃんこれみたいな、スライドで流すとかね、カスタム一例みたいなやつを流して、ね、うん、そう、誰が作ったから作りましたみたいな感じのスライドショーみたいなやつを映像にして流したらいいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、どうですか？いいと思います。得意なカスタムの雰囲気とか、なんかこうレトロな雰囲気とか、ちょっと夢川系とかカラーとかも結構そういうこと書いておくと、うん、お客様もこの人に頼みやすいなってなるかなと思って、あのよかったらもう私それ作る係やったりするんで、みんなが OK であれば、はい、はい、お願いします。おお、
じゃあぜひお願いしたいです。はい、はい、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。知ってもらえる。またそれに関してはなんかこういうの欲しいですっていうのを投げるんで、また六方の方で皆さんよろしくお願いします。じゃあ、はい、はい、困りました。うん、ありがとうございます社長。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつまで。ちなみに BMC はあんま関係ないかもなんですけど、この店はいつ完成するんですか？ここはですね、具体的には決まってるんですか？いや、決まってないです、うん、私まだここに雇用されていなくて。え、そうなんだ。今不法侵入中ってことですか？これひょっとして建設中のところに勝手に入ってきてる地元のちょっと悪いやつと同じことしてるってことですか？やばい、あるある。コーヒー飲もうとしちゃった。私がこうエデンのジョブを消して、そうなんですよ、市長補佐にジョブをつけてもらって、で雇用してっていう体制が整ってからになるので。それは町の返事町なの、西の町なの？私です。あ、西野側のなんだ。じゃあもう結構こっちの西野の都合でいつでも。そうです、うん、この後もう市長補佐がいたら私は雇用されると思うので、うん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします、はい、でここ、まあ、提携先 BMC と多分9055になると思うんで、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。高級車つきたい人いたら言ってください。あ、これちなみにその完成した時、そのお話とかあって誘導する用の、はい、ここで働く予定の人は、ここで働く予定の人は今のところ、今現段階で5人で私を入れて、私、深澤エボシさん、はい、ジャムリーヌバルサミコス、はい。で、あと、マキピちゃん、うん、はい、それから上田くんです。上田さん、なに、はい、上田さんもなんだ。知る、さんの、上田さんの方ですか？上田4ですか？あれ、何人かいますよね。何人かいますよね。そうなんだ。あれ、絶対、あれ絶対何人かいると思いますよ。確かに。いや、何人かいるんだけど、上田、通信格の上田くんです。メインの上田。主人格。主人格。怖い、怖い。コピーロボットじゃない方ね。はい、そうか。はい、ああ、分身じゃない方。会ったことないなという感じで。ああ、会ったことないですか、リーさん。上田さんは会った後移動先にもいるみたいな人です。あれって、あれさっきいたよねみたいな。切る都市伝説。わからない。どこにでもいるもんな。どこにでもいるんで。そしてその後継者が熊の腕子だ。頑張ってるな。大丈夫？頑張る、無理しないでね。やばい。倒れたよ。そうか。じゃあまあ、まあこの店舗からね、他にもしなる人がいたら、情報共有してもらえた方がいいですよね。何々さんがやってますよって、多分結構ね聞かれることってメカニックって多いじゃないですか。こういう車なんかこの間見かけた、あれ欲しいんだけど知ってるみたいな、あったりするんで。高級車をね探してる人で、私が起きてない時とかあると、多分見てる感じ、やっぱり普通車よりも高級車探してる人の方が多いですからね、本当に。街は、新しい新人さんとかはまあ普通車、最初まあまあそうなんですけど、そういう人って車何台も買わないじゃないですか。ランポとかみたいなね、荷物入れ券だったらあれだけど、でも高級車はみんな何台も買うね、買い出した人は。リピーターが多いというか。そうですね。じゃあこっちの、従業員の名簿というか、それも改めて共有しておきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。枕もう一つ欲しいです。ちょっと、カロスしちゃう。ジョブ枠もう一つ欲しいっていう。あ、もう埋まっちゃってるんだ。コロモちゃんも言ってたんだよ、それ。航空機リーダーと、うん、高級車リーダーとなりたいと思ったら、うん、4枠欲しいなと思って。それはね、社長に言うんじゃなくて市長に言わないといけない。違う。ちゃん、一緒に行きましょうよ。一緒に航空機に行きましょうよ。4枠欲しいなって。もう会えないな、じゃあお前ら。
お疲れ様でした。街から刺されちまう。そんな流れなんですか。署名集めましょうよ、ふでこちゃん。いや本当に4枠。なんとかなりませんかと。ディーラーはね、本当正直、そのお客さんが来たら動くって感じなので。まあ、常駐はないね。はい、副業に持ってこいというか。はい、リリスさんは他のジョブあるんですか。はい、私一応ジェイズ、あのクラスポのジェあジャークラスポに入ってるんだ。はい、一応入っています。うん、はい、それだけですね。はい、クラスポと BMC、うん、はい、そうです。はい、あ、高級車もね。まあ暇ならいいんじゃないですかね。始まった。なるほど。一応言ってきてください、皆さん。ありました。はい、もう一ついい感じです。はい。あの、飲食の販売についてなんですけど、はい。あの、お店をそのメカニックで上げてる間に、例えばお客さんからご要望があったりとかしたときに、はい。こう、移動販売かみたいなので、EMCY で販売するのは、まあ、どうなんですかね。全然いいですよ。すいません、ダメだったんですか。あれ、あれが、でも、結構なんか、ちょっと揉めてたよね。え、そうなんですか。うん、あれはね、その、どこか祝いで、いや、要は街のルールが変わって、はい、職業の切り替えを、店舗でしなきゃいけなくなったじゃない。ああ。で、そうなった時、飲食って、どこなのっていう。なんか確かね、その市議会で出たんだよね、話が。厳密には何も決まってないから別にいいんだけど。ありましたね。そう、ありました。難しいのよ。そう、あれね、すごい難しくて、なんか店を作ったのに店にいないってどうなんだっていうのがもともと発端なんだよね。確かに。でその売ることっていうのは確かにジョブをつけなくても売れるから、メカニックのまま販売はできるんだけど、じゃあ店に、まあ、例えばラーメン屋さんがラーメンのジョブをつけて店に立ってるのがもう意味ないんじゃないとか、なんかどうなんでしょうか。まれ肉屋って工場なんですよ、店というよりかは、うんうんうん、で移動販売メインのもう仕事みたいな感じで。でそうなると、じゃあ一応今町であるルールのジョブを切り替えるってのはどこなの、まれ肉屋は。切り替えてなくて、まれ肉屋は、あの店長から。マレ肉の仕事をするときはマレ肉屋にならなきゃいけないわけでしょ。あ、そうです。あの、なんだっけ、あの作るときだけマレ肉屋になって作るって感じですね。うん、その切り替えるのはどこでやるの。工場です。じゃあ多分工場で切り替えるっていうのがルールなのよ。なるほど。本当は。販売はなんかもう個人でやってよみたいなの、うん、店長は市長に聞いて言われて、うん、今個人でやってるんですけれども、うん、どうなんでしょう、そこって。今店長がもういなくなっちゃって。これが、これ、いなくするな、いなくするな。最近いないのね、最近いないのね。確か最近、アク見ないで。売っちゃったの、店長。店長、商品した。もしかしたらなんですけど、店長が工場で仕入れしてるときに、一人でもしかしたら怒っちゃって、うちが気づかずに、売ってしまった可能性はあるなって、今。あんまり、販売しちゃったか。もうあっくん誰かの胃の中に。じゃあ、これあっくん、でもあっくんほらマスクしてるじゃん。そうですよね。だから違う人でも分かんないよ。やばい。タイガーマスク形式は2代目だよね、あれってみんなこそこそ言うから。あかんって、それは。あげころさんが2代目の。まずい。いや、だから、なんか飲食の方はちょっと、なんかよくわかんないから、西のんちゃんよりも死に聞いた方がいいと思う。そう、死でね、ちょっとクリアにしてもらった方がいい。みんな多分ね、ドギマギしながらそれやってるから今、いいのかなみたいなんで。堂々とやっちゃってました、ごめんなさい。そうだな、火種だな。まあ、私的にはもういい、もう好きにやってくださいって感じなんだけど。自分もなんか最初にね、ああいう出張販売やり始めた時に、あ、それがいいよねって、要は、飲食って、ずっと待ち構える職業だけど、メカニックほどね、その売り上げが高いものじゃないからさ、それだけでずっと待機してんの、そうそう、結構しんどいから、で逆にメカニックは買いに行けないからさ、お客さん対応してると、売りに来てくれるとすごい嬉しいなと思ってたから、アイディアだと思うんだけど、そのジョブの切り替えルールができて、ちょっと
区分が分かんなくなっちゃった職業の一つだから、まあ、あれですね、出張販売、お店に向けての出張販売は、うん、そのお店でちゃんとジョブを切り替えて車に乗って、そうそう、それならいいんだけどっていう、売ってでお店に帰るから認められていることなんですけど、そう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 、私も飲食だから分かるんですけど、うん、店頭に立ってお客様を待ってるっていう飲食店からすると、うん、多分いろんな意見が出ると思うから、そうなんでね、ここよりは市のことだと思います、うん、あれ、そういえばこのパイセン、なんか、はい、あれ肉やって店なかったっけ、一回見せてくれたの、あれやってないんだっけ、新しく、あのあれです、店長が店を構えたというよりかは、うん、あのハウジングで作った店っぽいものです、あれは、店じゃないんだ、はい、人ん家なんだ、そうです、ね、店長の家です、家かい、お店じゃないのか、店長の家を店っぽくして売ってるみたいな感じです、あ、なんかあそこで売りゃいいんじゃないと思ったけど、店ではないんだ、そうなんですよ、今飲食店出そうとするとハウジング店舗しか出せないから、新規はそうね、申請すればいい、そうなんだ、うん、でも序文、そうすると序文の切り替えはあそこじゃできないんですよ、ハウジングのところだと、なんかあ店舗だったら、ね、それが店舗っていうことなら大丈夫、うん、あ、店長にそういう風に、あ、でも店長はあなたがもうでも次のやつは知らないんじゃないか、鍵も持ってないんじゃないか、次のやつは知らないんじゃないか、いいよ、足が泣いちゃうよ、引き継ぎが、うん、どうしよう、うちも鍵持ってなくて、か、あの渡せないんですよ、アルバイトの方に鍵を、あ、だから自分今雇用もできなくて、アルバイトの方も、そっかそっか、ちょっとでもそのあたりはちょっと店長と、そう、え、どうしましょう、今後については西野社長もうマレ肉屋はあの、うん、売らない方がいいですかね、その火種になって、いや、西野に聞いた方がいい、いや、そうじゃなくて、あの答えさえ出ればいいだけだから、だから市長に聞くって話ですよ、うん、あ、そうですね、わかりました、じゃあちょっとうちから聞いてみます、うん、あ、私も一緒に行きたいです、その時、はい、もし、はい、六方でちょっと聞こうと思ってたんですけども、あ、なるほど、はい、そうですね、市長に聞いてみて、で、まあ、今その市長に聞いてる状態で分かんないっていう状態じゃないですか、うん、その期間全然売ってもらっていいですよ、本当ですか、このルール化されてない、今は逆に言うとグレーだから、うん、いいかも、今は、うん、まだセーフ、ちょっとまた堂々と売らせていただきます、はい、でございます、私もいいんじゃないでしょうか、はい、はい、そうそう、ふでこちゃんから相当できましょう、そのご飯買いたい時があって、ただふでこちゃんはみんみん坊はあの店舗があるじゃないですか、マネニクエアは工場だけど、うん、だからそういう場合って、うん、一回お店に行った方がいいのかなってすごいちょっと考えたことがあったんですよね、利用者側の方がすごく気を使ってくれるっていうそのルールがあるのから、うん、まあ、なるべく店開けてるなら店舗行った方がいいですよね、やっぱりニスノちゃんが決めることではないから、ここの責任はニスノちゃんに負わせなくていいと思いますよ、次に決めてもらえば、そうですね、まあ、じゃあヒロシに聞きましょう、ヒロシに聞いてもらって、BMC の周りの販売は OK です、全然、ありがとうございます、ありがとうございます、おーい、飲食店店開けても2時間に1人とかしか人来ないとかありますからね、なんかそういうツイートね、見たことあるからな、大変です、え、これが行くさ、いいよ、まだ行ったことないけど、そうですね、結構警察の方来てくださるんですけどね、あ、俺は BMC だから今日は、そうですね、おお、なんかありますか今のうちに、なんかもうない、大丈夫そうですか、はい、またなんかあったら六方に投げるとかでいいんじゃないですか、あの、またなんか質問があればね、質問があれば、はい、じゃあなんかまあ思いついたらメモしたりとかなんかしといてください、共有することを心がけていけたらいいなって思います、はい、そうですね、確かに、はい、人数も多くなったので、はい、はい、あれの購入場所書いてましたっけ、あのスペーサーとかの売ってる場所って、まあ、知ってるんですけど、多分これからの人とか忘れちゃってる、南署の近くですよね、そうそうそう、あれどっかになんか書いといてもいいかな、あと車両、うん、西野的にはなんか全て資料化、マニュアル化するのもいいと思うんですけど、分かりやすくて、でもその従業員に聞いて教えてもらうっていうやり取りも大事だなと思ってるところがあるんですよ、うん、だから会話を多く儲けるじゃないですけども、なのでなんか分からないことがあったら知っている人に聞くっていうのも結構大切にしていってほしいなと 思います、流れ的な、はい、話すきっかけにもなるし、どっかに書類化して
こう確認とかは大事なんですが、なんか一人の時とかにどうしても周りに人いなくてっていう時にちょっと確認できるものがあった方がやっぱ心配が減るかなっていうのはあるんで、そういう面でも一応資料館にしといた方がいいのかなと思います。普段はそうやってみんなに確認したりとかで、どうしてもっていう時に見れる資料っていうのがあった方がみんなもこう気を楽にワンオペできるっていうか、ワンオペしたりする時もあるんですね。この前それで天の声に怒られちゃったんだ。怒られたんだ。怒られちゃった天の声に。ずっと泣いてました。あー泣かねえだろ。リアルママが大丈夫だからって泣いてました。リアルママ。ジャムくんのママ優しいですよ。親子で泣いてたの。みんなの免疫やしてくれるキャップくんママ。優しいの。まあでも社長の言ってるコミュニケーションの大事さもわかります。はい。この間なんか本当そうタイヤについてちょっと自信なかって、鉄夫くんに電話したら、まあ鉄夫くんもなんか来てちゃんとそのね。あの依頼者の方の話をちゃんと聞いて、詳しく対応してくれて、すごい助かったりもしたんですけど、よっ、ありがとう。鉄夫、褒められた。頼りにしてる。笑ってる。いやー、そうね、頼りにしてますよ。違います。違います。よっ、よっ、鉄夫、よっ。角刈り感じで、はい、はい、角刈りです。以上ですかね。おー、うん、な感じでいいと思います。じゃあプスカとリリちゃんはまたピンクの服を着てもらって、はい、誰かお着替え学校いただけますか。あげる、あげる。写真誰なんか頼めそうですかね。あー、誰かいますかね。自撮りか。大変恐縮なのですが、1個だけいいですか。はい、はい。1時間前ぐらいからですね、はい、脳みそがいかれまして、え、完全に動けなくなりました。固まってんだ。しびれ切れちゃった。固まってる。もうね、食べ物大丈夫。いやもう食べ物も食べれなくてですね。いやでもなんかさ、それ脳みそっていうかなんかたまにあるよね。そう、いわゆるだから別画面に行くとずっと砂時計がぐるぐる回ってる状態で、もうそれは一回もう何も触れないという状態になりました。なんだろこれ、助ける。みんなで今鉄を囲んでます。だからもうそういうことじゃないんだ。そう、もう動けない。助けるなのかな。今キャリーしようとしてますけど、ちなみに言うと、タスキルもできない。ああ、それか。じゃあもう今日長押しなさい。もう強制終了しかない。長押ししかないね。もうマジで飯ミリ。いや、食べさせてあげたいけどさ。もうほんまにほんますいません、もう気が気じゃなくて残り5分ぐらいもうずっと話が入ってこない。もう死ぬ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 。早く行っちゃって早く行っちゃって。長押し長押し。長押しするです。今すぐ。すいません、ちなみに言うとミュートもできないんで、ちょっとごめんなさい、バリバリ貫通してごめんね。ちょっと衛星のみんなちょっと一回消えます。行っちゃってください。ね、一回消えます。しょうがないよね。なんだ。やばいな。まだわかんないじゃないですか。本当になっちゃったか。店長と音信普通なんですよ。誰か頼む。でも店長と音信普通で出したのあんただけ。誰がいて、知り合いないかな。マグナムさん写真撮るの上手や。あ、じゃあマグナムよ。もしかしたらマスクも粉々になってみんなのお腹の中に。見かけたんだよ、街で。長いのに忙しいじゃないんですよ。店長が多分一人でまだいる。仕入れしてたらやっちゃったんですよ。これここ仕事しません。誰かに電話とかで写真呼びます。あっくん呼ぼうぜ、このさん。あっくん、いるんですかね。ことひろた、鉄夫さん。怒られそうだ。あっくん？はい。あっくん死んだ。お気に入り。電話番号なくなってる。おいない。店長だけ登録。たまにありますよね。さっきのジャッキーですか？本当だ。さっきのジャッキーだよ。ああ、よかった。結果だった。4のジャッキーだよね、多分。まあでも、結構あれ以降、ああいう系の衣装あるから。ああ、3のジャッキーちょっと4からかな。4からかな。うん、3までは違うジャケットだったね。赤いジャケット。赤いジャケットね。よかったよかった。多分ジャッキーだよなと思って。電話番号が消えちゃう。
白飛びすげえんだけど、どうなってんだろうこれ。俺だけどこで撮る？あ、そうだよね、よかった、白飛び全くしてない。クソスペックか、宣伝も兼ねて、あの、チキショ、あれレーシックじゃないですか。そっち側で、そっち側でやれば、あの、街をバックに。今夜なんですよね。え、夜景、夜景見えるよ、だって。じゃ、このバイクいつ入荷すんだよこれ。これやば、これ翔太郎。いや、ほら、違う翔太郎は入ってきたけどさ。その翔太郎、あ、そうか、あ、もしかして、あの、あ、もうつけろよ、デコスキャロ。しねえ。あの、写真撮ってくれるんだけど、なんか、はい、カスタム依頼入ってる。あれ赤色にしたい。そうなんだよ。あれ欲しいんだよ。あれ欲しい、アキラや、完全に。了解、ちょっと。お願いします。はい、山形が、山形が、すごい、一旦カスタム終わったら連絡くださいっていう感じ。モルト、モルト、右立てたまんま。はい、させ座ったらいいことになるよ。やば、指折れそう。前はね、鉄夫に頼んだよね。みんなそう見えるのか。鉄夫が入る前に30分だとみんな結構時間拘束してるから。ジェフさん、ジェフさんが、よかった。なんか誰かうまいかな、マジで。え、こんな、ちょっと待って、こんなに会議やってんの？はい、こんなにやってます。本当だ。あ、1時だ。本当な。そうです。だから、シャッと撮って、シャッと解散です。確かに。あれ？今、びっくりしちゃった。ざっくり、うまいしか知りません。写真、ざっくり。ネケさんうまいって聞いたことあります。うまめ。あ、ネケか。ネケにマッサージ。ネケにマッサージ。この町に8人ぐらいいると思う。いるよ。でも、たまには会いに来てくれますよね。たまには。ああ、キャップ。ああ、ちょっと聞きたことがあった、そう。ああ、その前にキャップ。私離れますね。キャップにちょっと。もしもし、暇ですよね。選別がある。なかなかです。はいさ。これから警察の業務が忙しくなったら、ストレスのたまりが半端ないと思うからな。はい。うわ、100個もありがとうございます。自分もタバコの消費、なんかこの間夢で俺ギャングになってる夢見たんだけど。ああ、はいはいはい。すげえストレスがたまるから。やばかったっすか。もう打ち合いとか走り回るとさ。大佐、結構大事です。選別あとで俺もあげますけど、え、いつから給食するんですか？どうしようかな、まあ近いうちかな。もう早い方がいいんじゃないですか。まあ早くてもいいんだけど。うん。今日の見てたら、聞こえた。大佐やっぱ存在でかいなと思った。まあまあまあ。まあでもなんかこの街は自由がいいから。うん。え、救急やるんですか？いや、まあ救急も行くけど、一回街をもう一度全部見つめ直そうと思って。あ、めっちゃいいじゃないですか。だからいろんな、俺ね、飲食ってバイオレットフィズしか行ったことないのよ。え、そうなんすか。そう、初日最初の頃に。ほう。で、改めてさ、今いろんな店があるから、なんか日雇いのバイトで入れてくれるところに順番に回ってみようかなと思って。それみんな喜ぶよ、絶対それがいい。もっと本当にこの街を知ってほしい。うん、街だから。改めてね、うん、改めてその他のお店がどういう風な業務をしてるかとかさ、どういうお客さんが来てるかとか。あ、それいいな。ちょ、ミンビン坊とか行ってほしいっす。あそこ、なんかでも、いっぱいいるから。俯瞰視点で撮る方法を知ってた気がします。全員映る視点で。救急隊やるんだったな。警察一回交換留学で来てほしい。あ、それもね、ももみちゃん、あ、おかえり。すいません、本当に。おかえり。マジで気が気じゃなかった。そう、それはなんかももみちゃんにも言われたな。興味あったらぜひみたいな。飯食えた、飯食えた。魂がさぬきなんで、特殊刑事課に配属決定、1日だけ。うわぁ。嬉しそう。よかった。めちゃくちゃ嬉しそう。めちゃくちゃしていいんでしょ、でも。鉄夫さんも入って。はい、武器はロケットランチャーとシュレーダーとバットで持っちゃダメっすよ。マシンガン打ちたいよ。あ、マシンガンはいいよ。ちなみに言うと、ここで撮るとめちゃくちゃ白飛びしてます。俺と犯罪者撃っていいっすよ。あ、それさ、外のがいいのかな。なんか直せないの？でも今夜だから暗いか。そうだよね。よかった。てかこの店めっちゃ白飛びしてる。いや、そう、そうなんだ。あれで直らないの？あの、なんだっけ、どれだっけ、正サイドだっけ、あれ、ソフトシャドウだっけ。正サイドかな。それをね、直すとするとあれなんだよね、多分消さなきゃいけない。いや、いやいや、ソフトシャドウか正サイドはあれ入んないよ。マジっすか。あの、その場で直る。ソフトシャドウ、ソフトシャドウの方だったっけかな。グラフィックスのソフトシャドウ、あ、シャープなってる。
だから多分外暗いか、さすがに正サイドノーマルにしてみて。あー、ソフトシャドウは違いそう。ここで白飛びしてるなら外だと綺麗に撮れんのかな、夜だけど。あ、バランス的に一回見てみます。逆に正サイドを直したら直った。ああ、じゃあ正サイドノーマルに一回落とせば。うん、あ、でも逆になんか、あ、本当だ、直った。そんなになんの。じゃあやろ、正サイドめっちゃ変わります。変わるよ。なんか私のノーマルだと全然違和感ないもんね。白飛びっていうあれが分かんなか、目の手術してないから。確かに、そう、変な手術言われてくれ。目の手術、目の手術、サビちゃん見て。変な手術じゃなくて、あれ、ごめん、どこで撮りますか。え、皆さんこんな服装だったんだ。俺聞き間違いだよ。見えてなかったんだ。今初めてなんかでもちゃんと見たかも。そうだったんですか。会議中もずっと白かったの。そう、全員光ってたよ。そうなの。みんな今にも消えそうな感じで。宇宙人だ。輝いてたみんな。光になって。うちの会社ってなんだろう。会社血管すごっ。血管？血管すごい。血管すごい。こんな血管やばい。タトゥーでしょ。タトゥーだ。あ、出た、今のやったな。今の嘘だ。天然天然。これさ、鉄道さんの天然天然。前もそれ聞いたことあるぞ。あ、受付前言ってるぜ。行ってみようか。全員がピンクすぎて鉄道さんどこかわかんない。キャプテン静かにしなさい。はい、はい、鉄道さん養殖コラボ出ました。こんな指取りながら走らない。静かにしなさい、キャプテン。ずっとパックやってる。そりゃそうよ。でもね、それ覚えたよ。フィンガーね。そう、フィンガー、フィンガー。それこけた時に指折れるよ。これ登れたりしないのかな。これすごいね。あ、これ登れるじゃん。これ登ってさ、上と下で段差取れるよ、これ。撮影。確かに、確かに。確かに。いいね。ちのとこ真ん中どうならもか。え、鉄尾さんいなくない？車の上乗るの。もう乗ってもいい。乗ってもいい。乗ったルーちゃんも横置いてよ、こっち上。俺が。あ、じゃあ、リーのその上で、リーちゃん、うちらここで。真ん中並んでほしいんだけど。それヘルトレンだ。3人ぐらい上がいいのかもしれない。じゃあ、これ、西のこの、うちの左、右、あの、どの道ね。うん。クソ明るいけどね。明るい？まだ明るい？ここ自体が。白飛びしてないぐらい？白飛びはしてないけど。うまいこと調整できる。鶴蔵くんだとね、もう真っ白。あら、白ですか。この店との相性があるんだ。じゃあ、かろうじて輪郭っていうか、顔面が、まあ、表情ギリめっちゃ白い。じゃあ、ここじゃない方がいい。BMC で撮るとか。もうちょっと上見ない。あれか、バスの車が白だから飛びやすいのかな。じゃあ BMC 帰ります。帰ろっか。はい。なんか逆に哲夫さんおすすめのなんか映えスポットみたいな。わもう。そうなんか。おぉ。映えスポット。映えスポット。桜の下。あー、桜最後の人いないよ、最後の人は。桜ってどこに車で乗ってて。なんなら別に、そこのさ、この駐車場のその夜景バックでも綺麗だけど。あー、面白いね。星が見えるぜ。そこの、こっちからとかも綺麗だけどね。何ですか？何ですか？あ、車の荷台に立つ？車の荷台に上に立って養殖キャプテンですか。確かに、あの、段差が上に立つ。ちょっと西野の車の上に立ってロンゲみたいにしたら、うん、高さ出して、いいんじゃん。うん、グームっぽい。僕ちょっと南国感あるよね。どの辺にどうするの。ヤシの木みたいな。うん、ザナルカンド案内できなくてごめんな。ザナルカンドってなんだっけ。コロちゃん、コロちゃん、そんな格好してたんや。それもウルトラマン。途中からもう俺視点も動かせなくなったから。もうさ、リカちゃん人形のパチモンみたいな格好してるわ。でもなんかリカちゃん人形っぽい。リカちゃん人形感やばいよ、このパイロット。リカちゃん人形のパチモンって何？海バック？海バックかな？こっちバックかな？海側バック？海側バックじゃない。じゃあ、西野の客船が見えてるね。いいか
もうあれよく襲われる客船だよね。あれはよく襲われる。あれ受注してますね多分。あれ襲われる客船だよね。始まってるあれ。始まってるんですか。何畜生。始まっちゃってるのに。血が騒いじゃん。ちょっと待って。西野来て西野来て。あれ社長の車こっちに持って。あ、そうだな。車のあれをまず決めないとか。うん、その前に立つ人と。さおちゃんまたな。ねえキャップちゃんと来てよ。はい、はい、そうだよキャッピー遊びに来てよ。おお忙しいかもしれないけど。シトパイまたな。うんシトパイ気をつけて車。マキパイなキャッピーまたな。間違えた。おおキャップまたなです。ザラルカンド案内できなくてごめんな。よいしょ。あれずっと引っかかってる。俺消えっから軽くなってきた。マシャパイ、マシャパイ、マシャパイ。あー、キャップ一回送ったよ。マシャパイ、マシャパイ。マシャパイ嬉しい。この世界に先輩だから。おー、俺に社長と。お、プラコ。はい、お疲れ様です。社長と。お前、なんかエッチだな。いいな。エッチ。初めて言われた。名前消してもらって。めちゃくちゃやん。あ、やっぱ最後なんで何でもありだと思って。めちゃくちゃしたろって。最後じゃないだろ、別に。あ、そうっすね。今日は怒られても大丈夫かな。うわ、ノン社長いいね、漫画家みたい。かわいい。褒められてんの、それ。時はそう、いっそ。どんな感じですか。俺が向いてる方向を向いてほしい。ホイジャーの。ちょっと斜め。あ、そういうことね。それなんだっけ。バックに客船がね。客船入れたいから。客船入れたい。客船入れたい。ありがとう。あの、夜が明け始めたよ。まずい、まずい、まずい。明るくなりだした。早いぞ、ここから。あの光ってる発光してる看板のところらへんですか、見るの。ああ、ジェフ、ジェフ潜ってるかも。え、嘘。入れる、コロモちゃん。ちょっとなんか。あかん。汚れる？大丈夫。ちょっとこっち座か。うんうん。オッケーオッケー。トゥルって言っちゃうよ。トゥルって言っちゃう。多分大丈夫かな。ここ。いけるいける。よし、いけた。どうだろう。で、鉄尾の向いてる方。ピースでいっか。ちょっともうちょっと小さめの。すごいです。ヒーロー、ヒーロー。ノリですよ。ルルちゃん、ヒーロー、ヒーロー。おぉ、いいですね。とんでもねえピースしてる。待って。ね。これでいいな、うちの目視点。私、下がいいですかね、やっぱ。おりますね、ちょっと。入れないからよ。大丈夫、いい。2階の方がいいじゃない。全然余裕で入ってる。余裕で入ってる、余裕で入ってる。すごいね、この人数。大丈夫、大丈夫。ちょっと待ってくださいね。座ります。かぶりはないね。どこに、ありがとう。あらゆる方面にプロだな。すごいでしょ。さすが町のカリスマや。すごいインフルエンサーです。前回も撮ってもらったんよ。プロだよ。そうでしょうね。気になる。オッケーですか皆さん。はい、いいです。うん、はい、いきますよ。はい、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 オッケー。ありがとう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 ございます。もらいます。お疲れ様かな。うまいことですか。本当にお疲れ様。こんな長くなると思わなくて。いやーでも良かったっすよ、やって。なんかいろいろ話せてよかった。良かったです。うん、可愛い写真。まさか何も持ってなかったあそこの販売が左になるとはない。あ、今からいろんな人狙われるぜ。左。誰も守ってくれるやつだっていないぜ。来た、ありがとう。あ、すごい。困ったらその時は赤ちゃんキャップを呼びなさい。暇だったら助けに行ってあげるぜ。そこにも一番いじめてやるぜ。いや、いいか。あっという間に夜が明けたな。早い。早いですね、夜明け。一瞬だったな。夜明けもエモいけどね。綺麗だね。ちょうど今サンライズ。すっきりしてそう、空気が。いいな、これ。朝日見よう。ちょ、サムネの用意するわ。何サムネって。サムネって。漏れちゃった。漏れちゃった。下にぐちゃぐちゃが。サムネって？うち雲がかかってる。じゃあこういう、じゃあ揚げ衣のパンツ見るか、ちょっと。あ、ごめん。サムネ。そんなサムネ取れねえ。お前なんで近づいてくんだ。離れろ言うてんのに。めちゃくちゃやな。めちゃくちゃ短いね、それ。
確かに歩くとパンツが見えてしまう。歩いたらパンツ見えてしまう。見ないでください。わかめってるよ。わかめってるよ。あなたわかめってる。いろいろやばそう。またね、キャッピー見せられてるんだよ。また感じに来てよ。これはこれで仕事にしそう。またぬくもり感じに来てよ。もういいな、これ。ここでも白飛びするような。え、でも白いいね。白いいね。ちゃんとマキちゃんの好みに。でしょ？よくわかってる。でしょ？マイクロでちょっと大人っぽい年代だから今回白で純粋な感じ、ね。白がいい。わかめちゃんだもんね。わかめちゃんだからちゃんと白にしてきた。これどうしよう。明日普通にいたら。あ、普通にいるかもしれないです。そういうオチ。お前普通におるやん。ついやってそうですね。切り替えてもらって、今サムネ撮ってるのか。これ今自由にしてる。なるほど。いやもういいですよ、皆さん。全然全然もういいですよ。サムネって、サムネってなんだ。もうパンツ見していって。じゃあ皆さん帰りましょう。もう近いね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。お願いします。車に乗せてください。はい。確かに。俺も。いや、受けもらってるけど。ついてきて。もらってないと。もうちょっと勉強したい。もうちょっとだけ勉強したい。4月半ばぐらいにして。あとほら、花ちゃんにもね言ってないから、花ちゃんの確認も取って、うん、そうそうそう、にしたいなって思うのがあるから。うんうん。いや一応ほら、一応。うん。後ろに乗れるもんね。うん、花ちゃんとは大丈夫ないからね。そこら辺の話行けるなら大丈夫。行けますね。お疲れ。ちゃんと出ろよ。おい、急に飛ばんなよ。やんちゃ。議事録は、うん、ゆずちゃんに任せていいの？あ、そうだね。今後したら、ほら、どうしても市の回すの大変だし、なんか私も手伝うし。お疲れ、ありがとう。お疲れ。あ、ちょっと話すか。お疲れ様。うん、お疲れ。ちょっと、うん、ちょっと僕も出ます。おやすみなさい。やばいです。怪我してるのか。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫？あ、怪我してる。送るか。送るか。いいんですか。いいよいいよ。久しぶり。また行きましょう。あとでちゃんと喋ろう。ありがとう。ね、あとでいっぱい乗って乗って乗って。すいません。病院行こう。病院行こう。行ってらっしゃい。ブラちゃん。ああ、どう。唯一自分だけは直せないんですこれ。なんかあったらすぐ直そうと思って構えたけど。自分にあるとは。自分にあるとは。あれ誰か大佐に誘拐されたぞ。ありがとうございます。病院に送ってもらう。病院送りにする。病院送りにされます。おお、行こう病院。バックヤードに。お願いします。ここはでもじゃあ病院送りにしてください。これ出血はしてない大丈夫？出血もしてますけど、ライファク飲んで止めるように。もうガブ飲みね。ガブ飲みのやつね。頑張ります。よし、耐えろ。いや、耐えます。ありがとうございます。ガブ飲みで耐えるんだ。ボイン。なんで俺は微妙に遅い車で来たんだろう。とっさに。いいじゃないですか、見た目かっこいいから。クラシックな見た目 だけの車だから。あ、ユニオンか。ああ、危ないですね。ああ、燃えてるだ。めちゃくちゃ燃えてたね。うん。ありがとうございます。はい。ここで降りて行ってきて。はい、降ります。車向こう閉まってくる。ありがとうございます。え、アマプラやん。
これはここでできないですか。なんかあなたは運転手ではないって言われたな。運転手のはずだ。あーどうも。わかりました。よーし、オッケー。よーし、ありがとうございます。いいですね、会議初めて出たんですけど、うん、どんな感じなんだろうと思ったら、思ったよりすごく真面目な会議で、そうそうそう、案外ね、緊張しました、うん、やっぱりそのやってってね、自分だけがわからないこととかもあったりするから、うん、これは自分だけ知らないんですか、みんなわかってないんですかっていう共有をしないと聞けない人もね、いたりするからね。意識の統一というか、うん、あの場じゃなきゃ聞けないタイミングもあります、ね、そう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 、まあなんかでもすごいいろいろあったけど、まあトライアンドエラーで、うん、まあやってみてダメだったら変えてみるっていうのもいいと思う。そうそう、うんうん、それこそね、お客さんから得た情報とかを口コミだけでその店内で広めるのも難しいからさ、うんうんうん、あの六歩を利用してちょっとなんか誰それさんから聞いたんですけど、うん、この今はこの車にはこのエンジンとこのセッティングいいみたいですよとか、うんうんうん、そういうのがね、よし、はい、ありがとうございます。私も長いとこと待ちに言いましたけど、うん、このスワップした時はエンジンのグレード下げた方がいい時もあるっていうのつい最近知りましたからね。すみません、マキピチョとヘリを買いに行ってます。あー、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、了解です。いろいろね、バランスがね、本当に。今日みんなピンクなんですよ。おはようございます。誰が一番好きですか。私ですよ。いらっしゃー。頭の中までいらっしゃよし、それではプスカ退勤します。お疲れ様でした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 。お疲れ様です。お疲れ様でした。本当はこのジャッキーは配色逆なんだよね、本家は。赤と黒のね、パーツが。ベッドぐらい欲しいね。よし、それでは皆さん、まあ会議もね、一旦終わりましたし、まあまあ、一度、休職しまして、違うことをね、いろいろやる予定なので、これからどういうふうに、プスカが、まあ、ネズが、この街を過ごしていくのかっていうのも、注目していただけたらなと思っております。遅い時間までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。おやすみなさい。